布団、タエ硬い。こちらは LibriVox です。LibriVox の録音はすべてパブリックドメインです。ボランティアについてなど詳しくはサイトをご覧ください。URL LibriVox.org。一。講師家のキリシタンザから極楽水に出る道のだらだら坂を降りようとして彼は考えた。 これで自分と彼女との関係は一段落を告げた。三十六にもなって子供も三人あってあんなことを考えたかと思うとバカバカしくなる。けれど、けれど、本当にこれが事実だろうか。あれだけの愛情を自身に注いだのは単に愛情としてのみで故意ではなかったろうか。数多い感情づくめの手紙。二人の関係は どうしても尋常ではなかった。妻があり、子があり、世間があり、師弟の関係があればこそ、あえて激しい声に落ちなかったが、語り合う胸の轟き、相見る目の光、その底には確かに凄まじい嵐が潜んでいたのである。機械に出くわしさえすれば、その底の底の暴風は、たちまち勢いを得て、妻子も、世間も、道徳も、師弟の関係も、 一挙にして敗れてしててれれまううであろうと思われた。少なくとも男はそう信じていた。それであるのに、二三日来のこの出来事、これから考えると、女は確かにその感情を偽り打ったのだ。自分を欺いたのだと男は幾度も思った。けれど、文学者だけに、この男は自ら自分の心理を客観するだけの余裕を持っていた。 年若い女の心理は容易に判断し得られるものではないかの温かい嬉しい愛情は単に女性特有の自然の発展で美しく見えた目の表情も優しく感じられた態度も全て無意識で無意味で自然の花が見る人に一種の慰みを与えたようなものかもしれない一歩を譲って女は自分を愛して恋していたとしても 自分は死彼女は門弟自分は妻ありうあるみ、彼女は妙齢の美しい花そこに互いに意識の加わるのをいかんともすることはできまいいやさらに一歩を進めてあの熱烈なる一風の手紙陰に陽にその胸の問題を訴えてちょうど自然の力がこの身を圧迫するかのように最後の情を伝えてきた時 そのの謎をこの身が解いてやらなかった。女性のつつましやかな佐賀としてその上になおあらわに迫ってくることがどうしてできようそういう心理から彼女は失望して今回のようなことを起こしたのかもしれぬとにかく時期は過ぎ去った彼女はすでに人のものだ歩きながら彼はこう絶叫して頭髪をむしったシマセルの背広に 麦坊藤鶴のステッキをついてやや前のめりにだらだらと坂を下りていく時は9月の中旬残暑はまだ耐え難く暑いが空にはすでに清涼の周期が満ちわたって深い緑の色が際立って人の感情を動かした魚屋酒屋雑貨店その向こうに寺の門やら裏棚の長屋やらが連なって 久方町の低い地にはあまたの工場の煙突が黒い煙をみなぎらしていた。その数多い工場の一つ西洋風の2階の一室それが彼の毎日昼から通うところで十畳時きほどの広さの部屋の真ん中には大きい一脚のテーブルが据えてあって傍らに高い西洋風の本箱この中には全て種々のチり書がいっぱい入れられてある。 彼はある書籍会社の嘱託を受けて、地理書の編集の手伝いに従っているのである。文学者に地理書の編集。彼は自分が地理の趣味を持っているからと称して、進んでこれに従事しているが、内心これに甘んじておらぬことは言うまでもない。遅れがちなる文学上の閲歴。短編のみを作って、いまだに全力の試みをする機会に遭遇せぬ反問。青年雑誌から 月ごとに受ける馬表の苦痛、彼自らはそのほか非なすあるべきを意識してはいるものの中心これを苦に病ぬわけにはいかなかった社会は日増しに進歩する電車は東京市の交通を一変させた女学生は勢力になってもう自分が恋をした頃のような旧式の娘は見たくも見られなくなった青年はまた青年で 恋を説くにも、文学を断ずるにも政治を語るにもその態度がすべて一変して自分らとは永久に相触れることができないように感じられた。で毎日機械のように同じ道を通って同じ大きい門を入って臨天機関の家を動かす音と職交の臭い汗との混じった細い間を通って事務室の人々に軽く挨拶してコツコツと 長い狭いはしごを登って、さてその部屋に入るのだが、東と南に空いたこの部屋は、午後の激しい日陰を受けて、実に耐えたく暑い。それに小僧が武将で掃除をせぬので、テーブルの上には白い埃がザラザラと心地悪い。彼は椅子に腰をかけて、タバコを一服吸って、立ち上がって、暑い統計書と地図と案内機と、 地図書と本箱から出してさて静かに昨日の続きの筆を取り始めたけれど二三日来頭がむしゃくしゃしているので筆が容易に進まない一行書いては筆を止めてそのことを思うまた一行書くまた止めるまた書いてはまた止めるという風そしてその間に頭脳に浮かんでくる考えはすべて断片的で猛烈で急激で 絶望的な分子が多い。ふと、どういう連想か、ハーフトマンの寂しき人々を思い出した。こうならぬ前に、この戯曲を彼女の日課として教えてやろうかと思ったことがあった。ヨハンネス・ホケラートの真実と悲哀とを教えてやりたかった。この戯曲を彼が読んだのは今から三年以前。まだ彼女のこの世にあることをも夢にも知らなかった頃であったが、 その頃から彼は寂しい人であった。あえてヨハンネスにその身を潜そうとはしなかったが、アンナのような女がもしあったなら、そういうトラジディに陥るのは当然だとしみじみ同情した。今はそのヨハンネスにさえ慣れぬ身だと思って頂戴した。さすがに寂しき人々を彼女に教えなかったが、剣姉夫のファーストという短編を教えたことがあった。 ランプのの光明らかなる畳半の書斎。彼女の若々しい心は色彩ある恋物語に憧れ渡って表情ある目はさらに深い深い意味を持って輝き渡ったはいからなさしみ、櫛リボンランプの光線がその半身を照らして一貫の書籍に顔を近く寄せると言うに言われぬ香水の香り肉の香り女の香り し中の主人公が昔の恋人にファーストを読んで聞かせる段を講釈するときには男の声も激しく震えたけれどもうダメだめだと彼は再び髪をむしった「章終わり」この録音はパブリックドメインです「リブリボックス .org のために録音されました」2 彼はなお、竹中時代と言った。今より3年前3人目の子が細君の腹にできて新婚の快楽などはとうに冷め尽くした頃であった世の中の忙しい事業も意味がなくライフワークに力を尽くす勇気もなく日常の生活朝起きて出勤して午後4時に帰ってきて同じように細君の顔を見て 飯を食って眠るという単調なる生活につくづく飽き果ててしまった。家を引っ越し歩いても面白くない。友人と語り合っても面白くない。外国小説を読みあさっても満足ができぬ。いや庭木の茂り雨の天敵花の快楽などいう自然の状態さえ平凡なる生活をしてさらに平凡ならしめるような気がして。 身を置くに、ところはないほど寂しかった。道を歩いて常に見る若い美しい女。できるならば、新しい恋をしたいと痛切に思った。3 4号実際、この頃には誰にでもある反問で、この年頃に卑しい女に戯るる者の,の多いのも、筆胸、その寂しさを癒すためである。世間に妻を離縁する者も、 この年頃に多い出勤する途上に毎朝出会う美しい女教師があった。彼はその頃この女に会うのをその日その日の唯一の楽しみとしてその女についていろいろな空想をたくましゅうした。恋が成り立って神楽坂辺りの小町屋に連れて行って人目を忍んで楽しんだらどう細工に知れずに 二人近郊を散歩したらどういや、それどころではない。その時、細君が解任しておったから、ふと難産して死ぬ。その後にその女を入れるとしてどうであろう平気で5歳に入れることができるだろうかどうかなどと考えて歩いた。神戸の女学院の生徒で、生まれは備中の新見町で、彼の著作の崇拝者で、名を 横山よし子という女から、崇拝の情をもって満たされた一通の手紙を受け取ったのはその頃であった。竹中古城といえば、微分的小説を書いて、多少世間に聞こえておったので、地方から来る崇拝者、活動者の手紙は、これまでにもずいぶん多かった。やれ、文章を直してくれの、弟子にしてくれのといちいち取り合ってはいられなかった。 だからその女の手紙を受け取っても別に返事を出そうとまでその好奇心は募らなかった。けれど同じ人の熱心なる手紙を3通までもらってはさすがの時をも注意をせずにはいられなかった。年は19だそうだが手紙の文句から押してその表情の巧みなのは驚くべきほどでいかなることがあっても先生の文科生になって 一生文学に従事したいとの切なる望み文字は走り書きのスラスラした字でよほどハイからの女らしい返事を書いたのは例の工場の二階の部屋でその日は毎日の家業の地理を二枚書いてよして長い数尺に余る手紙をよし子に送ったその手紙には女の身として文学に携わることの不心得女は 生理的に母たるの義務を尽くさなければならぬ理由、処女にして文学者たるの危険などをルールとして説いて、いくらか罵倒的の文字をも並べて、これならもう愛想を尽かして諦めてしまうであろうと時雄は思って微笑した。そして本箱の中から岡山県の地図を探して、阿鉄郡新見町の所在を研究した。山陽線から、 高橋川の谷を遡って、奥十数里、こんな山の中にも、こんな灰からの女があるかと思うと、それでもなんとなく懐かしく、時代はその付近の地形やら、山やら、川やらを主催に見た。で、これで返事をよこすまいと思ったら、それどころか、四日目にはさらに熱い封書が届いて、紫陰気で青い毛の入った西洋紙に、 横に細字で三枚、どうか将来見捨てずに弟子にしてくれという意味が返す返すも書いてあって、父母に願って許可を得たならば、東京に出て然かるべき学校に入って、完全に忠実に文学を学んでみたいとのことであった。時代は女の志に間絶にはいられなかった。東京でさえ女学校を卒業した者でさえ、文学の値打ちなどは 分からぬものなのに何もかもよく知っているらしい手紙の文句早速返事を出してしての関係を結んだそれから度々の手紙と文章文章はまだ幼稚な点はあるが癖のないスラスラした将来発達の見込みは十分にあると時雄は思ったで一度は一度よりだんだん互いの気質が知れて時雄はその手紙の来るのを待つようになった ある時などは写真を送れと言ってやろうと思って手紙の隅に小さく書いてそしてまたこれを黒々と塗ってしまった。女性には器量というものがぜひ必要である。器量の悪い女はいくら差異があっても男が相手にしない。時生もないない胸の中でどうせ文学をやろうというような女だから不器量に添えないと思った。けれどなるべくは 見らられるくらいの女であってよしいと思った子が父母に許しを得て父に連れられて時男の門を整うたのは翌年の2月でちょうど時男の3番目の男の子の生まれた七夜の日であった座敷の隣の部屋は細君の三熟で細君は手伝いに来ている姉から若い女門下生の美しい器量であることを聞いて少なからず奉納した。 姉もああいう若い美しい女を弟子にしてどうする気だろうと心配した時雄は佳子と父とを並べてルルとして文学者の境遇と目的とを語り女の結婚問題についてあらかじめ父親の説をたたいた佳子の家は新見町でも第三とはくだらぬ豪華で父も母も厳格なるクリスチャン母はことに優れた信者で かつては同志や女学校に学んだこともあるという。僧侶の兄は英国へ要校して、基調後は某管理室学校の教授となっている。よし子は町の小学校を卒業するとすぐ、神戸に出て、神戸の女学院に入り、そこでハイカラな女学校生活を送った。キリスト教の女学校は、他の女学校に比して、文学に対してすべて自由だ。その頃こそ、 魔風連風や金色夜叉などを読んではならんとの規定も出ていたが文部省で鑑賞しない以前は教場でさえなくば何を読んでも差し支えなかった学校に付属した教会そこで祈祷の尊いことクリスマスの晩の面白いこと理想を養うということの味をも知って人間の卑しいことを隠して美しいことを標榜するという群れの仲間となった 母の膝元が恋しいとか、ふるさとが懐かしいとかいうことは、来た当座こそ切実につらく感じもしたが、やがては全く忘れて、女学生の寄宿生活をこの上なく面白く思うようになった。おいしいかぼちゃを食べさせないと言っては、お鉢の飯に醤油をかけてまかない方をいじめたり、社間のひねくれた老夫の顔色を見て、陰ひなたに物を言ったりする。 女学生の群れの中に入っていては家庭に養われた少女のように単純に物を見ることがどうしてできよう美しいこと理想を養うこと虚栄心の高いことこういう傾向をいつなしに受けてよし子は明治の女学生の長所と短所とを遺憾なく備えていた少なくとも時男の孤独なる生活はこれによって破られた昔の恋人今の債君 かつては恋人にはそういなかったが、今は時勢が移り変わった。四五年来の女子教育の勃興、女子大学の設立、久し神、エビチャバカマ、男と並んで歩くのをはにかむようなものは一人も亡くなった。この世の中に、旧式の丸曲げ、アヒルのような歩きぶり、恩順と定説とより、他に何者をも許せぬ細君に甘んじていることは、時代には、 何よりも情けなかった。道を行けば美しい今用の細君を連れてのむつまじい散歩。友を問えば夫の席に出て流暢に会話を賑やかす若い細君。ましてその身が骨を折って書いた小説を読もうでもなく、夫の公文半文には全く風馬牛で、子供さえ満足に育てればいいという自分の細君に対すると、 どうしても孤独ををばざるを得なかった寂しき人々のヨハンネスと共に火災というものの無意味を感じずにはいられなかった。これがこの孤独がよし子によって破られた。ハイカラな親戚な美しい女門下生が先生先生と世にも偉い人のように渇望してくるのに胸を動かさずに誰がおられようか。最初のひとほどは 時代の家にかぐしていた。華やかな声、あでやかな姿、今までの孤独な寂しい彼の生活に何らの対象、山軸から出たばかりの細君を助けて、靴下を編む、襟巻を編む、着物を縫う、子供を遊ばせるという生々した態度、時雄は新婚当座に再び帰ったような気がして、家紋近く来ると、そそるように胸が動いた。門を開けると、 玄関にはその美しい笑顔、色彩に飛んだ姿、夜も今までは子供と共に細君が言いたなく眠ってしまって、六畳の部屋にいたずらに明らかなランプも、かえってわびしさを増すのを種であったが、今はいかに夜更けて帰ってきても、ランプの下には白い手が巧みに編み物の針を動かして、膝の上に色ある毛糸の丸い玉、にぎやかな笑い声が、 牛込めの奥の腰がきの中に満ちた。けれどひとつきならずして時代はこの愛すべき女弟子をその家に置くことの不可能なのを悟った。従順なる火災はあえてそのことに服をも唱えずそれらしい様子も見せなかったがしかもその気色は次第に悪くなった。限りなき笑い声の中に限りなき不安の情が満ち渡った。妻の里方の親戚間などには 現に一問題として高級されつつあることを知った。時代は、いろいろに反問した後、細君の姉の家、軍人の未亡人で恩給と裁縫とで暮らしている姉の家に寄遇させて、そこから高島市の某助塾に通学させることにした。章終わりこの録音はパブリックドメインです。 リブリボックスのたた。めに録音されまし三それから今回の事件まで一年半の年月が経過したその間二度よし子は故郷を制した短編小説を5種、長編小説を1種、そのほか微分身体詞を数十編作った某女塾では英語は優等の出来で時代の選択で「 剣年婦の前週を丸前から買った。はじめは初中休暇に帰省。二度目は神経衰弱で、時々尺のような痙攣を起こすので、しばし鉱山の静かなところに帰って、休養する方がいいという医師の勧めに従ったのである。その偶していた家は、麹町の土手三番町。後部の電車の通る土手際で、よし子の書斎はその家での客座敷。 8畳の間、前に往来の頻繁な道路があって、ガイガヤと往来の人やら子供やらでやかましい。時代の主催にある西洋本箱を小さくしたような本箱が一貫張りの机のそばにあって、その上には鏡と紅皿とおしろいの瓶といまひとつ収素カりの入った大きな瓶がある。これは神経過敏で頭が痛くって仕方がない時に飲むのだという。 本箱には、紅葉全集、近松諏訪浄瑠璃、英語の教科書、ことに新しく買った剣年譜全集が際立って目につく。で、未来の慶衆作家は、学校から帰ってくると、机に向かって文を書くというよりは、むしろ多く手紙を書くので、男の友達も随分多い。男文字の手紙も随分来る。中にも、高等師範の学生に一人、 早稲田大学の学の生にに人、そそれがが時々遊びに来たたことがあったそうだ。麹町土手三番町の一角には女学生もそうイからなのがたくさんいないそれに市ヶ谷見けのあちらには時代の彩君の里の家があるのだがこの付近はことに昔風の商家の娘が多いで少なくともよしこの神戸仕込みの灰からは辺りの人の目をそばだたしめた 時雄は姉の言葉として、妻から常に次のようなことを聞かされる。よしこさんにも困ったものですねと姉が今日も言っていましたよ。男の友達が来るのはいいけれど、夜など一緒に西地不動に出かけて、遅くまで帰ってこないことがあるんですって。そりゃ、よしこさんはそんなことはないのに決まっているけれど、世間の口がやかましくって仕方がないと言っていました。 これを聞くと時雄は決まってよし子の肩を持つので、お前たちのような旧式の人間にはよし子のやることなどは分かりやせんよ。男女が二人で歩いたり話したりさえすれば、すぐ怪しいとか変だとか思うのだが、一体そんなことを思ったり言ったりするのが旧式だ。今では女も自覚しているから、しようと思うことは勝手にするさ。この議論を 時代はまた得意になって、よしこにも説法した。女子ももう自覚せんければいかん。昔の女のように依頼心を持っていてはだめだ。ズーデルマンのマグダの言ったとおり、父の手からすぐに夫の手に移るような育児なしでは仕方がない。日本の新しい婦人としては、自ら考えて、自ら行うようにしなければいかん。こう言っては、イブセンの野良の話や、 スルゲネーフのエレネの話や、ロシア、ドイツ辺りの夫人の意志と感情と共に富んでいることを話し、さて、けれど自覚というのは自生ということをも含んでおるですからな。むやみに意志や自我を振り回しては困るですよ。自分のやったことには自分が全責任を負びる覚悟はなくては。よしこにはこの時代の教訓が何より意味があるように聞こえて、かつの念が、 よいよ加わったキリスト教の教訓より自由でそして権威があるように考えられた。よし子は女学生としては身なりが派手すぎた。金の指輪をはめて流行を追った美しい帯を締めてすっきりとした立ち姿は路傍の人目を引くに十分であった。美しい顔というよりは表情のある顔非常に美しい時もあればなんだか醜い時もあった。 目に光があって、それが非常によく働いた。四五年前までの女は、感情を表すのに極めて単純で、怒った形とか、笑った形とか、三種、四種ぐらいしかその感情を表すことができなかったが、今では情を巧みに顔に表す女が多くなった。よし子も、その一人であると、時雄は常に思った。よし子と時雄との関係は、単に師弟の間柄としては、 ああまりに秘密であったこの二人の様子を観察したある第三者の女の一人が妻に向かって「よしこさんが来てから時雄さんの様子はまるで変わりましたよ」「二人で話しているところを見ると魂は二人とも憧れ渡っているようでそれは本当に油断がなりませんよ」と言った「はたから見れば無論そう見えたにそういなかったけれど二人は果たしてそう親密であったかどうか」 若い女の浮かれがちな心、浮かれるかと思えばすぐ沈む。些細なことにも胸を動かし、つまらぬことにも心を痛める。恋でもない、恋でなくもないというような優しい態度、時代は絶えず思いまどった。道着の力、修属の力、機械一度至れば、これを破るのは絹を裂くよりも容易だ。ただ、容易に来たらぬは、 これを破りに至るる。機会であるこの機会がこの一年の間に少なくとも二度近寄ったと時生は自分だけで思った一度はよし子が熱い風習を寄せて自分のふつつかなことを先生の幸運に報いることができぬから自分は故郷に帰って農夫の妻になって田舎に埋もれてしまおうということを涙まじりに書いた時一度は あるよし子が一人で留守番をしているところへ、ゆっくりなく時男が行って訪問したとき、この二度だ。はじめのときは時男は、その手紙の意味を明らかに了解した。その返事をいかに書くべきかについて、一夜眠らずに応能した。穏やかに眠れる妻の顔、それを幾度か伺って、事故の両親のいかにまひせるかを自ら責めた。そして明るい朝送った手紙は、 たたる死としての態度であった二度目はそれから二月ほどたった春の夜ゆっくりなく時男が訪問するとよし子はおしろいをつけて美しい顔をして火鉢の前にぽつねんとしていた「どうしたの?」と聞くと「お留守番ですの」「姉はどこへ行った四谷へ買い物に」と言ってじっと時男の顔を見るいかにも生めかしい時男は この力ある一別に、育児なく胸を躍らした。二言三言普通のことを語り合ったがその平凡なる物語がさらに平凡でないことを互いに思い知ったらしかったこの時今十五分も一緒に話し合ったならばどうなったであろうか女の表情の目は輝き言葉は生めき態度がいかにも世の常でなかった今夜は大変きれいにしてますね 男はわざと軽く出た。ええ、先ほど湯に入りましたのよ。大変にお白いが白いから。あらま先生。と言って、笑って体をハスに筐体を呈した。時代はすぐ帰った。まあいいでしょう。とよしこは立って止めたが、どうしても帰るというので、名残をしげに月の夜をそこまで送ってきた。その白い顔には、確かにある深い神秘が込められてあった。 4月に入ってからよし子は多病で青白い顔をして神経過敏に陥っていた周素りをよほど多量に服してもどうも眠られぬとて困っていた絶えざる欲望と生殖の力とは年頃の女を誘うのに躊躇しないよし子は多く薬に親しんでいた4月末に帰国9月に上京そして今度の事件が起こった 今度の事件とは他でもなよし子は恋人を得た。そして状況のとじ、恋人と愛携えて京都佐賀に遊んだ。その遊んだ二日の日数が出発と着京との事実に符合せぬので、東京と備中との間に手紙の往復があって、質問した結果は恋愛、神聖なる恋愛。二人は決して罪を犯してはおらぬが、 将来はいかにしてもこの恋を遂げたいとの切なる願い時雄はし子の死としてこの恋の証人として一面月下標準の役目を余儀なくさせられたのであったし子の恋人は同志社の学生神戸教会の主田中秀才し子は死の前にその恋の神聖なるを神かけて誓った。 故郷の親たちは学生の身でひそかに男と佐賀に遊んだのはすでにその精神の堕落であると言ったが決してそんな汚れた行為はない互いに恋を自覚したのはむしろ京都で別れてからで東京に帰ってきてみると男から熱烈なる手紙が来ていたそれで初めて将来の約束をしたような次第で決して罪を犯したようなことはないと女は涙を流していった 時雄は胸に次第の犠牲を感じながらも、その二人のいわゆる神聖なる恋のために力を尽くすべく余儀なくされた。時雄はもだえざるを得なかった。我が愛する者を奪われたということは、はなだしくその心を暗くした。もとより進んで、その女弟子を自分の恋人にする考えはない。そういう明らかな定まった考えがあれば、前にすでに二度までも近寄ってきた機会を、 つかむにおいて、あえて躊躇するところはないはずだ。けれど、その愛する女弟子、寂しい生活に美しい色彩を添え、限りなき力を添えてくれたよし子を、突然人の奪い去るに任すに忍びようか、機会を二度までつかむことは躊躇したが、三度来たる機会、四度来たる機会を待って、新たなる運命と新たなる生活を作りたいとは。 彼の心の底の底のかすかなる願いであった。時代はもだえた、思い乱れた。妬みと惜しみと悔やみとの念が、一緒になって旋風のように頭の中を回転した。死としての道義の念もこれに混じって、ますます炎を盛んにした。我が愛する女の幸福のためという犠牲の念も加わった。で、夕暮れの禅の上の酒は、おびただしく量を加えて、 アヒルのごとく酔って寝た。あくる日は日曜日の雨、裏の森にざんざん降って、時代のためには一倍にわびしい。ケの孤樹に降りかかる雨の足、それが実に長く、限りない空から限りなく降っているとしか思われない。時代は読書する勇気もない、筆を取る勇気もない、もう秋で、 冷え冷えと背中の冷たい灯椅子に身を横たえつつ雨の長い足を見ながら今度の事件からその身の反殖のことを考えた彼の経験にはこういう経験が幾度もあった一歩の相違で運命のただ中に入ることができずにいつも圏外に立たせられた寂しい苦悶。その苦しい味を彼は常に味わった文学の側でもそうだ社会の側でもそうだ 恋恋恋今になってもこんな消極的な運命に漂わされているかと思うとその身の育児なしと運命のつたないことがひしひしと胸に迫ったつるげネーフのいわゆるスーパーフルエスメンだと思ってその主人公の儚い一生を胸に繰り返した寂しさに絶えず昼から酒を飲むと言い出した細君の支度の使用が遅いのでブツブツ言っていたが 善に乗せられた魚がまずいので、ついに間隔を起こして、やけに酒を飲んだ。一本二本ととっくりの数は重なって、時代は時の間に泥のごとく酔った。細工に対する笛ももう言わなくなった。とっくりの酒がなくなると、ただ酒酒と言うばかりだ。そしてこれをぐいぐいとあおる。気の弱い下女はどうしたことかと呆れて見ておった。男の子の五歳になるのを、 はじめはしきりに可愛がって抱いたり撫でたり接吻したりしていたがどうしたはずみでか泣き出したのに腹を立ててピシャピシャとその尻を乱打したので三人の子供は怖がって遠巻きにして普段ににもやらぬ父親の赤く酔った顔を不思議そうに見ていた一生近く飲んでそのままそこに酔い倒れてお膳のトンボガエルを打つのにも頓着しなかったがいやがて 不思議なだらだらした節で10年も前に流行った幼稚な新大使を歌い出した「君が門辺をさまようは巷のちりを吹き立つる嵐の水とやおぼすらんその嵐よりいやあれにそのちりよりも乱れたる恋のかばねを暁の」歌を半ばにして細君のかけた布団を着たまますっくと立ち上がって座敷の方へ 小山のごとく動いていてったどこへどこへいらっしゃるんですと崔く君は気が気でなくその後を追っていったがそれにもかまわず布団を着たまま川屋の中に入ろうとした細君は慌てて「あなたあなた酔っ払っては嫌ですよそこは長ズ場ですよ」いきなり布団を後ろから引いたので布団は川屋の入り口で細君の手に残った時代は ふらふらと危うく小便をしていたが、それが済むといきなりドーッと川絵の中に横に寝てしまった。サイが汚がってしきりにゆすったり何かしたが、時代は動こうとも立とうともしない。そうかといって眠ったのではなく、赤土のような顔に大きい鋭い目をあいて、表に降りしきる雨をじっと見ていた。章終わり。この録音はパブリックドメインです。 リブリボッックス、ドトオグのために録音されました。C. 時雄は冷酷をテクテクと牛込み野来町の自宅に帰ってきた彼は3日間その苦悶と戦った彼は将として悪撃することができぬある一種の力を持っているこの力のために支配されるのを常に口惜しく思っているのではあるがそれでもいつか負けてしまう 制屈されてしまうこれがため彼はいつも運命の圏外に立って苦しい味を舐めさせられるが世間からは正しい人信頼するに足る人と信じられている3日間の苦しい反問これでとにかく彼はその前途を見た2人の間の関係は一段落を告げたこれからは死としての責任を尽くして 我が愛する女の幸福のためを図るばかりだ。これはつらい。けれど、つらいのがライフだ。と思いながら帰ってきた。門を開けて入ると、細君が迎えに出た。残暑の日はまだ暑く、洋服の下地盤がびっしょり汗に濡れている。それを、のりのついた白地の人へに着替えて、茶の間の火鉢の前に座ると、細君は、ふと思いついたように、タンスの上の一風の手紙を取り出し、 しさんから、と言って渡した。急いで封を切った巻紙の厚いのを見てもその事件に関しての用事にそういない時生は熱心に読み下した原文一致ですらすらとこの上ない達筆「先生実はご相談に上がりたいと存じましたがあまり急でしたものでしたから独断で実行いたしました昨日4時に田中から電報が参りまして」。 六時に新橋の停車場に着くとのことですもの、私はどんなに驚きましたか知れません。何事もないのに出てくるような、そんな軽率な男でないと信じておりますだけに、一層華だしく気をもみました。先生、許してください。私はその時刻に迎えに参りましたのです。会って聞きますと、私の一部始終を書いた手紙を見て、非常に心配して、 もしこのことがあったため、万一、距離に連れて帰られるようなことがあっては、自分がすまぬというので、学児をも捨てて出教して、先生にすっかりおうち明け申して、お詫びも申し上げ、お情けにもすがって、万事円満に参るようにと、そういう目的で急に出て参ったとのことでございます。それから私は先生にお話申した一部始終、先生の お情け深い言葉、将来までも私ら二人の神聖な真面目な恋の証人とも保護者ともなってくださるということを話しましたところ、非常に先生の恩情に感激しまして、感謝の涙にくれました次第でございます。田中は私のあまりに老狽した手紙に非常に驚いたと見えまして、十分覚悟をして、万一破壊の暁にはと言った。 風なことも決心してままいり万一の時にはあの時佐賀に一緒に参った友人を証人にして二人の間が決して汚れた関係のないことを弁明し別れてあと互いに感じた二人の恋愛をも打ち明けて先生におすがり申して郷里の父母の方へも逐一行っていただこうと決心して参りましたそうですけれどこの間の私の無謀で のの父母の感情を破っている矢先どうしてそんなことを申して使わされましょう。今はしばらく沈黙して、お互いに希望を持って、先進勉学に志しいつか折を見て、あるいは5年、10年の後かもしれません。打ち明けて願う方が得策だと存じまして、そういうことにいたしました。先生のお話をも一切話して聞かせました。で、用事が済んだ上は、返した方が、 いいのですけれど、非常に疲れている様子を見ましては、さすがに直ちに引き返すようにとも申しかねました。私の弱いのをお許しくださいまし。勉学中、実際問題に触れてはならぬとの先生のご教訓は身にしみて守るつもりでございますが、ひとまず、旗小屋に落ち着かせまして、せっかく出てきたものですから、一日ぐらい見物しておいでなさいと、つい申してしまいました。 どうか先生、お許しし。くださいまし私どもも激しい感情のうちに理性もございますから京都でしたような彼にも常識を外れた他人から誤解されるようなことはいたしません。誓って決していたしません。据えながら奥様にもよろしく申し上げてくださいまし。よしこ先生御元この一通の手紙を読んでいるうち様々な感情が のの胸を火のように燃えて通った。その田中という二十一の青年が現にこの東京に来ている。よし子が迎えに行った。何をしたかわからん。この間行ったこともまるで嘘かもしれぬ。この夏季の休暇に妻で落ち合った時からできていて京都での行為もその望みを満たすため今度も恋しさに耐えかねて女の後を追って上京したのかもしれん。 手を握ったろう。胸と胸とが相触れたろう。人が見ていぬ旗小屋の2階、何をしているかわからぬ。汚れる、汚れぬのもセスナの間だ。こう思うとおとはたまらなくなった。監督者の責任にも関する。と腹の中で絶叫した。こうしては置かれぬ。こういう自由を精神の定まらぬ女に与えておくことはできん。監督せんければならん。保護せんければならん。 私どもは熱情もあるが理性がある。私どもとは何だ。なぜ私とは書かぬ。なぜ複数を用いた。時代の胸は嵐のように乱れた。着いたのは昨日の六時。姉の家に行って聞きただせば、昨夜何時頃に帰ったかわかるが、今日はどうした、今はどうしている。彩君の心を尽くした晩餐の前には、マグロの新鮮な刺身に、青じその薬味を添えた冷ややっこ。 それを味わう余裕もないが、一杯は一杯と杯を重ねた。細君は末の子を寝かして、火鉢の前に来て座ったが、よしこの手紙の夫のそばにあるのに目をつけて、よしこさん、なんて言ってきたのです。時代は黙って手紙を泣いてやった。細君はそれを受け取りながら、夫の顔をじろりと見て、暴風の前に来る雲行きの花々急なのを知った。 サイ君は手紙を読み終わって巻き返しながら、出てきたのですね、うむ。ずっと東京にいるんでしょうか。手紙に書いてあるんじゃないか。すぐ返すって。帰るでしょうか。そんなことを誰が知るものか。夫の動きが激しいので、サイ君は口をつぐんでしまった。しばらく経ってから、だから本当にいやさ、若い娘の身で小説家になるなんぞって、望む本人も本人なら、 よこすたたちも親たちも、ですからね。でもお前は安心したろうと言おうとしたがそれはよしてまあそんなことはどうでもいいさどうせお前たちにはわからんのだからそれよりも尺でもしたらどうだ恩順な才君はとっを取り上げて京焼の酒づりになみと注ぐ時雄はしきりに酒をあおった酒でなければこのうつをやるに耐えぬと言わぬばかりに 三本目に妻は心配して、この頃はどうかしましたね。なぜ酔ってばかりいるじゃありませんか。酔うということがどうかしたのか。そうでしょう。何か気にかかることがあるからでしょう。よしこさんのことなどはどうでもいいじゃありませんか。バカ。と時代は一括した。細君はそれにも懲りずに。だってあまり飲んでは毒ですよ。もういい加減になさい。また、蝶椒場にでも入って寝ると、 あなたは大きいから、私とお鶴、下女の手ぐらいでは、どうにもなりやしませんからさ。まあ、いいからもう一本。でもう一本を半分ぐらい飲んだ。もう酔いはよほど回ったらしい。顔の色は尺道色に染まって、目が少しく座っていた。急に立ち上がって。おい、帯を出せ。どこへいらっしゃる三番町まで行ってくる。姉のところ、うむ。 およしなさいよ、危ないから。なあに、大丈夫だ。人の娘を預かって、監督せずに、投げやりにしてはおかれん。男がこの東京に来て、一緒に歩いたり、何かしているのを、見ぬふりをしてはおかれん。田川、姉の家のせい、に預けておいても、不安心だから、今日行って、早かったら、よし子を家に連れてくる。二階を掃除しておけ。家に置くんですか、また。もちろん。 債君は容易に帯と着物とを出そうともせぬので、よしよし着物を出さんのならこれでいいと白地の人へにトーチリ面の汚れたへこび、帯、帽子もかぶらずにそのままに急いで郊外へ出た。今出しますから本当に困ってしまうという細君の声が後ろに聞こえた。夏の日はもう暮れかかっていた。野来の堺の森には カラスの声がやかましく聞こえるどの家でも夕飯が済んで、門口に若い娘の白い顔も見える。ボールを投げている少年もある。管理らしい土壌ひげの紳士が、久しみの若い細君を連れて、神楽坂に散歩に出かけるのにも、一組か出くわした。時代は、月光した心と、泥酔した身体とに激しく漂わされて、辺りに見えるものが、 皆別の世界のもののように思われた。両側の家も動くよう、地も足の下に陥るよう、天も頭の上に覆いかぶさるように感じた。元からさほど強い資料でもないのに、むやみにぐいぐいと煽ったので、一時に酔いが発したのであろう。ふと、ロシアの船民の酒に酔って、路傍に倒れて寝ているのを思い出した。そして、ある友人と、ロシアの人間はこれだから偉い。 きするならあくまでわく出きせんければだめだと言ったことを思い出した。バカな。こう指定の別があってたまるものかと口へ出して言った。中根坂を登って士官学校の裏門から早苗坂の上まで来た頃は日はもうとっぷりと暮れた。白地の浴衣がぞろぞろと通る。煙草屋の前に若い細君が出ている。氷屋ののれんが涼しそうに夕風になびく。 東京はこの夏の夜景をおぼろげに目には見ながら、電信柱に突き当たって倒れそうにしたり、浅い溝に落ちて膝頭をついたり、職工艇の男に酔っ払い目しっかり歩けと罵られたりした。急に自ら思いついたらしく、坂の上から右に折れて、一貝八幡の境内へと入った。境内には人の影もなくひっそりとしていた。 大きい古い欅の木と松の木とが覆いかぶさって左の隅にサンゴの大きいのが茂っていたところどころの常夜灯はそろそろ光を放ち始めた時生はいかにしても苦しいのでいきなりそのサンゴの貝に身を隠してその根元の地上に身を横たえた興奮した心の状態奔放な情と悲哀の快感とは極端までその力を発展して 一方通説に嫉妬の念に駆られながら一方冷淡に事故の状態を客観した初めて恋するような熱烈な情は無論なかった盲目にその運命に従うというよりはむしろ冷やかにその運命を批判した熱い主観の情と冷たい客観の批判とが寄り合わせた糸のように固く結びつけられて一種異様の心の状態を呈した悲しい 実に通説に悲しい。この悲哀は華やかな青春の悲哀でもなく単に男女の恋の上の悲哀でもなく人生の最用に潜んでいるある大きな悲哀だ。行く水の流れ咲く花の凋落この自然の底にわだかまれる抵抗すべからざる力に触れては人間ほど儚かない情けないものはない。大然として涙は時雄のヒゲらを伝った。 ふとあることが胸に登った。時計は立ち上がって歩き出した。もう全く夜になった。境内の所々に建てられたガラス塔は光を放って、その表面の上野塔という山事がはっきり見える。この上野塔という山事、これを見て彼は胸をついた。この惨事を彼はかつて深い大能を持って見たことはないだろうか。今の細君が大きい桃割れに言って、 このすぐ下の家に娘でいたとき、彼はそのかすかなことの根の彷彿をだに得たいと思って、よくこの八万の高台に登った。彼女を得なければ、いっそ南洋の植民地に漂白しようというほどの熱烈な心を抱いて、鳥居、長い石段、社殿、俳句の掛けあんどん、この上野党の惨事にはよく見入って物を思ったものだ。その下には依然たる家屋、 電車の轟きこそ折おり石お箔を破って通るがその妻の実家の窓には昔と同じように明らかに明かりの光が輝いていた何たる節操なき心ぞわずかに八年の年月をけみしたばかりであるのにこうも変わろうとは誰が思うその桃割れ姿を丸曲げ姿にして楽しく暮らしたその生活がどうしてこういう光量たる生活に変わってどうしてこういう 新しい恋を感じるようになったか時雄は我ながら時の力の恐ろしいのを痛切に胸に覚えたけれどその胸にある現在の事実は不思議にも何らの動揺をも受けなかった「矛盾でも何でも仕方がないその矛盾その無節相これが事実だから仕方がない事実事実」と時雄は胸の中に繰り返した。 時雄は耐え難い自然の力の圧迫にあっせられたもののように、再びそばの露破いに長い身を横たえた。ふと見ると、尺度のような色をした光のない大きな月が、お堀の松の上に音もなく昇っていた。その色、その形、その姿がいかにもびしい、そのびしさがその身の今のびしさによく叶っていると時雄は思って、また耐え難い哀愁が、 その胸にみなぎり渡った。夜はすでに冷めた。夜露は起き始めた。土手三番町の家の前に来た。覗いてみたが、よしこの部屋に、十日の光が見えぬ。まだ帰って来ぬと見える。時代の胸はまた燃えた。この夜、この暗い夜に、恋しい男と二人。何をしているかわからぬ。こういう常識を変えた行為をあえてして、神聖なる行為とは何事。 汚れたる行為のないのを弁明するとは何事。すぐ家に入ろうとしたが、まだ当人が帰っておらぬのに上がっても仕方がないと思って、その前をまっすぐに通り抜けた。女とすれ違うたびに、よし子ではないかと顔を覗きつつ歩いた。土手の上、松の木陰、街道の曲がり角、往来の人に怪しまれるまであちこちを徘徊した。もう九時、十時に近い。 いかに夏の夜であるからといって、そう遅くまで出歩いているはずがない。もう帰ったにそういないと思って、引き返して姉の家に行ったが、やはりまだ帰っていない。時代は家に入った。奥の六畳に通るやいな。よしさんはどうしました。その答えより何より、姉は時代の着物におびただしく泥のついているのに驚いて、まあどうしたんです時代さん。明らかなランプの光で見ると、 なるほど、白地の浴衣に、肩、膝、腰の嫌いなく、おびただしい泥跡。なあに、そこでちょっと転んだものだから。だって、肩までついているじゃありませんか。また、酔っ払ったんでしょう。なあに、という時雄は、強いて笑って紛らした。さて時雄を移さず、よしさん、どこに行ったんです。今朝、ちょっと中野の方に、お友達と散歩に行ってくると言って、出たきりですがね。 もう帰ってくるでしょう。何かよ。ええ、少し。と言って、昨日は帰るは遅かったですかい,いえ、お友達を新橋に迎えに行くんだって、四時過ぎに出かけて、八時頃に帰ってきましたよ。時生の顔を見て、どうかしたのですのなに、けれどね、姉さん。と時生の声は改まった。実は姉さんにお任せしておいても、この間の京都のようなことがまたあると困るですから。 よしこを私の家に置いて十分監督しようと思うんですがね。そう、それはいいですよ。本当によしこさんはああいうしっかり者だから、私みたいな無教育の者のでは。いや、そういうわけでもないですがね。あまり自由にさせすぎても、かえって当人のためにならんですから、一つ家に置いて十分監督してみようと思うんです。それがいいですよ。本当によしこさんにもね。どこと悪いことのない、 発明な、利口な、今のようには珍しい方ですけれど、一つ悪いことがあってね、男の友達と平気で夜歩いたりなんかするんですからね。それさえよすと、いいんだけれど、とよく言うのですの。すると、よしこさんは、またおばさんの急変が始まったって、笑っているんだもの。いつかなぞも、あまり男と一緒に歩いたり何かするものだから、角の交番でね、不審にしてね。 かくそで巡査が家の前に立っていたことがあったと言いますよ。それはそんなことはないんだから構いはしませんけどもね。それはいつのことです。昨年の暮れでしたかね。どうもいからすぎて困る、と時をは言ったが、時計の針のすでに十時半のところを指すのを見て、それにしてもどうしたんだろう。若いみ空らで、こう遅くまで一人で出て歩くというのは、もう帰ってきますよ。 ここんなことは幾度もあるんですかいいえ、めったにありはしませんよ。夏の夜だから、まだ酔いの口ぐらいに思って歩いているんですよ。姉は話しながら仕事の針を止めぬのである。前に胃腸の大きい立ち物板が捨てられて、絹の立ち切れや糸やハサみやが順序なくあたりに乱れている。女物の美しい色にランプの光が明らかに照り渡った。9月中旬の夜は更けて、 やや肌寒く、裏の土手下を後部の貨物汽車がすさまじい地響きを立てて通る。下駄の音がするたびに、今度こそは、今度こそは、と待ち渡ったが、十一時が打って間もなく、小刻みな軽い後葉の音が静かな夜を遠く響いてきた。今度のこそ、よしこさんですよ、と姉は言った。果たしてその足音が、家の入り口の前にとどまって、がらがらと格子が開く。 よしこさん、ええ、とあでやかな声がする。玄関から竹の高い久し髪の美しい姿がスッと入ってきたが、あらまあ先生、と声を立てた。その声には驚きと当惑の調子が十分にこもっていた。大変遅くなって、と言って、座敷と居間との間の敷居のところに来て、半ば座って、ちらりと電光のように時計の顔つきをうかがったが、すぐ紫の房に、 何か包んだものを出して黙って姉の方に押し合った。何ですかお土産いつもお気の毒ね。いいえ、私も召し上がるんですもの。とよしこは快活に言った。そして次の前へ行こうとしたのを無理にランプの明るい眩しい今の片隅に座らせた。美しい姿、東西流のひさしみ、派手なネルにオリーブ色の夏帯を形よく締めて。 少し端に座った艶やかさ。時雄はその姿と相対して、一週上すべからざる満足を胸に感じ、今までの反問と苦痛とを半ば忘れてしまった。有力な敵があっても、その恋人をだに占領すれば、それで心の休まるのは恋する者の,の状態である。大変に遅くなってしまって、いかにもやるせないというようにかすかに弁解した。 中野へ散歩に行ったって、時代は突如として問うた。ええ。よしこは時代の顔色をまたちらりと見た。姉は茶を入れる。土産の包みを開くと、姉の好きな好きなシュークリーム。これは、まあおいしいと姉の声。でしばらく一時ではそれに気を取られた。しばらくしてからよしこが、先生、私の帰りのを待っていてくださったのえええ、一、ええ、時間半ぐらい待ったのよ。 と姉がそばから言った。でその話が出て都合さえよくば今夜からでも荷物は後からでもいいから一緒に連れて行くつもりで来たということを話した。よし子は下を向いてうなずいて聞いていた。無論その胸には一種の圧迫を感じたにそういないけれどよし子の心にしては絶対に信頼して今回の恋のことにも全身を上げて同情してくれた死の家に行って住むことは 別に、はなはだしい苦痛でもなかった。むしろ以前から、この昔風の家に同居しているのを不快に思って、できるならば、はじめのように、先生の家にと願っていたのであるから、今の場合でなければ、かえって大いに喜んだのであろうに。ときは、一刻も早くその恋人のことを聞きただしたかった。今、その男はどこにいる。いつ、京都に帰るか。これは、ときにとっては、 実に重大な問題であった。けれど、何も知らぬ姉の前で、打ち明けて問うわけにもいかぬので、この世は強ほどもそのことを口に出さなかった。一座は平凡な物語にふけた。今夜にもと、時雄の言い出したのを、だってもう十二時だ。明日にした方がよかろうとの姉の注意。で、時雄は一人で牛込めに帰ろうとしたが、どうも不安心で仕方がないような気がしたので、 夜の更けたのを口実に姉の家に泊まって、明朝早く一緒に行くことにした。よし子は八畳に、時代は六畳に姉と床を並べて寝た。やがて姉の小さいいびきが聞こえた。時計は一時を勘となった。八畳では寝つかれぬとおぼしく、折々高いため息の気配がする。後部の貨物列車が凄まじい地響きを立てて、この深夜を一人通る。 時代も久しく眠られなかった。ショー終わり。この録音はパブリックドメインです。リブリボックスドットオグのために録音されました。五。翌朝、時代はよしこを自宅に伴った。二人になるより早く、時代は昨日の消息を知ろうと思ったけれど、よしこはうつむきがちに 小然として後ろについてくるのを見ると、なんとなくかわいそうになって、胸にイライラする思いをたたみながら、黙して歩いた。早苗坂を登り終わると、人通りが少なくなった。時代はふと振り返って、それでどうしたのと突如として尋ねた。え反問したよしこは顔を曇らせた。昨日の話さ、まだいるのかね今夜の六時の急行で帰ります。 それじゃ送っていかなくってはいけないじゃないか。いいえ、もういいんですの。これで話は途絶えて、二人は黙って歩いた。屋来町の時男の宅、今まで物置にしておいた二階の三畳と六畳、これをきれいに掃除して、よし子の住まいとした。久しく物置、子どもの遊び場にしておいたので、塵が山のように積もっていたが、箒をかけ、 雑巾をかけ雨の染みのついた破れた障子を張り替えるとこうも変わるものかと思われるほど明るくなって裏の堺の墓の胎児の茂りが心地よき緑をその一室にみなぎらした林家のぶどう棚打ち捨てて手を入れようともせぬ庭の雑草の中に美人草の美しく混じって咲いているのも今さらに目につく時男は去る画家の描いた朝顔の服を 選んで床にかけ、献花瓶には遅れ先のバラの花を挿した。昼頃に荷物がついて、大きな品かばん、柳氷、信玄袋、本箱、机、ヤグ、これを2階に運ぶのにはなかなか骨が折れる。時代はこの手伝いに一日車を休むべく余儀なくされたのである。机を南の窓の下、本箱をその左に。 上に鏡やら、紅皿やら,やら、瓶やらを順序よく並べた。押し入れの一方には品かばん、柳氷、さらさの布団や具の一組を他の一方に入れようとしたとき、女の映りがが鼻を打ったので、時雄は変な気になった。午後二時頃には、一室がひとまず整頓した。どうです、ここも居心は悪くないでしょう。時雄は得意そうに笑って、ここにいて、 まあ、ゆっくり勉強するです。本当に実際問題に触れてつまらなく苦労したって仕方がないですからね。ええ。とよしこは頭を打たれた。あとで詳しく聞きましょうが、今のうちは二人ともじっとして勉強していなくては仕方がないですからね。ええ。と言ってよしこは顔を上げて、それで先生、私たちもそう思って、今はお互いに勉強して、将来に希望を持って、親の許しをも 得たいいいと存じておりますす。の。それがいいです今あまり騒ぐと人にも親にも誤解されてしまってせっかくの真面目な希望も遂げられなくなりますから。ですからね先生私は医師になって勉強しようと思いますの。田中もそう申しておりました。それから先生にぜひお目にかかってお礼を申し上げなければ済まないと申しておりましたけれどよく申し上げてくれっていや 時雄はよしこの言葉の中に私でもと複数を使うのともう公然言い名付けの約束でもしたかのように言うのとを不快に思ったまだ十九か二十の妙例の処女がこうした言葉を口にするのを怪しんだ時雄は時代の押し移ったのを今更のように感じた当世の女学生かたげのいかに自分らの恋した時代の処女気質と異なっているかを思ったもちろん この女学生気質を時代は主義の上、主義の上から喜んで見ていたのは事実である。昔のような教育を受けては、到底今の明治の男子の妻としては立っていかれぬ。女子も立たねばならぬ。意志の力を十分に養わねばならぬとは彼の持論である。この持論を彼はよし子に向かっても少なからずこすいした。けれどこの神派の肺からの実行を見ては、 さすがに眉を潜めずにはいられなかった。男からは高ズの消し印で木戸についたというはががついて、翌日三番町の姉の家から届けてきた。今の2階にはよし子がいて、呼べばすぐ返事をして降りてくる。食事には三度三度膳を並べて、団らんしてくる。夜は明るいランプを取り巻いて、にぎわしく面白く語れ合う。靴下は編んでくれる。 美しい笑顔を絶えず見せる時雄はし子を全く占領してとにかく安心もし満足もした崔君もし子に恋人があるのを知ってから危険の念不安の念を全く去ったし子は恋人に別れるのがつらかったなろうことなら一緒に東京にいて時々顔をも見言葉をも交えたかったけれど今の際それは出来がたいことを知っていた 二年三年男が同志社を卒業するまでは玉坂の狩りの訪れを頼りに一心不乱に勉強しなければならぬと思ったで午後からは以前のごとく麹町の某英学塾に通い時代も小石川の社に通った時代は夜などお料理よしこを自分の書斎に呼んで文学の話小説の話それから恋の話をすることがある そして、ヨシコのために、その将来の注意を与えた。その時の態度は公平で、率直で、道場に富んでいて、決して泥水して川屋に寝たり、市場に横たわったりした人とは思われない。さればと言って、時雄はわざとそういう態度にするのではない。女に向かっているセスナ、その愛した女の関心を得るには、いかなる犠牲も、はなはだ高価に過ぎなかった。 で、よし子は死を信頼した。時期が来て父母にこの恋をつぐる時旧思想と新思想と衝突するようなことがあってもこの恵み深い死の承認を得さえすればそれでたくさんだとまで思った9月は10月になった寂しい風が裏の森を鳴らして空の色は深く青く日の光は透き通った空気に差し渡って夕の貝が濃く辺りをくまどるようになった。 取り残した芋の葉に雨は終日触れしきって八百屋の店には真っ先が並べられた柿の虫の声は露に衰えて庭の霧の葉ももろくも落ちた午前のうちの一時間九時より十時までを剣姉夫の小説の解釈「よし子は死の輝く目のもとに机に蓮に座ってオン・ゼ・イブ」の長い長い物語に耳を傾けた。 エレネの感情に反しく意志の強い性格とその悲しい悲壮なる末路とはいかに彼女を動かしたかヨシコはエレネの恋物語を自分に引き比べてその身を小説のうちに置いた恋の運命恋すべき人に恋する機会がなく思いもかけぬ人にその一生を任した運命実際ヨシコの当時の心情そのままであった妻の浜で ゆくりなくな受け取った夜の花の一葉の葉書、それがこうした運命になろうとは夢にも思い知らなかったのである雨の森闇の森月の森に向かってよしこはさまざまにそのことを思った京都の容疑者佐賀の月舌に遊んだ時には湖水に夕日が美しく岩立って旅館の中庭に藩が絵のように咲き乱れていたその二日の遊びは 実に夢のようであったと思ったた。と思続いてまだその人を恋せぬ前のこと妻の海水浴故郷の山の中の月病気になるの以前ことにその時の反問を考えると頬がおのずから赤くなった空想から空想その空想はいつか長い手紙となって京都に行った京都からもほとんど確実のように熱い熱い風書が届いた てても帰っても尽くされぬ二人の情。あまりその文通の頻繁なのに時雄はし子の不在を伺って監督という口実のもとにその両親を押さえてこっそり机の引き出しやら不曝やらを探した探し出した二三通の男の手紙を走り読みに読んだ恋人のするような甘ったるい言葉は至るところに満ちていたけれど時雄は それ以上にある秘密を探し出そうと苦心した。切符の後、性欲の跡がどっかに現れておりはせぬか。神聖なる恋以上に二人の間は進歩しておりはせぬか。けれど手紙にもわからぬのは恋の誠の消息であった。一か月は過ぎた。ところがある日、時雄はよし子に宛てた一通のハガを受け取った。英語で書いてあるハガであった。 何気なく読むと、一月ほどの生活費は準備していく。あとは東京で異色の職業が見つかるかどうかという意味、京都・田中としてあった。東京は胸をとどろかした。平和は一時にして破れた。晩餐後、よし子はそのことを問われたのである。よし子は困ったというふうで、先生、本当に困ってしまったんですの。田中が、 東京に出てくるというのですもの私は二度三度まで止めてやったんですけれどなんだか宗教に従事して虚偽に生活してることが今度の動機ですっかり嫌になってしまったとかなんとかでどうしても東京に出てくるって言うんですよ東京に来て何をするつもりなんだ文学をやりたいと文学文学って何だ小説を書こうというのかええそうでしょうバカな と時は一括した。本当に困ってしまうんですの。あなたはそんなことを勧めたんじゃないか。いいえと激しく首を振って。私はそんなこと。私は今の場合困るからせめて同志社だけでも卒業してくれって。この間初めに申してきた時に立って止めてやったんですけれど。もうすっかり独断でそうしてしまったんですって。今更取り返しがつかぬようになってしまったんですって。 どうして神戸の信者で神戸の教会のために田中に学習を出してくれている光子という人があるのですの。その人に田中が宗教は自分にはできぬから将来文学で立とうと思う。どうか東京に出してくれと言ってやったんですの。すると大層怒ってそれならもう構わぬ勝手にしろと言われてすっかり支度をしてしまったんですって本当に困ってしまいますの。 バカな。と言ったが、今一度止めてやんなさい。小説で立とうなんて思ったって、とてもだ目だ。全く空想だ。空想の極端だ。それに、田中がこっちに出てきていては、騎乗の監督上、私が非常に困る。騎乗の世話もできんようになるから、厳しく止めてやんなさい。よしこはいよいよ困ったという風で、止めてはやりますけれど、 手紙が行き違いになるかもしれませんから。行き違いそれじゃあもう来るのか時生は目を見張った。今来た手紙に、もう手紙をよこしてくれても、行き違いになるからと言ってよこしたんですから。今来た手紙って、さっきの半期のまた後に来たのかよし子はうなずいた。困ったね。だから若い空想家は駄目だと言うんだ。平和は再びかき乱されることとなった。 章終わりこの録音はパブリックドメインですリブリボックス .org のために録音されました六。一日おいて今夜の六時に新橋に着くという電報があった電報を持ってヨシクはマグモンをしていたけれど夜一人若い女を出してやるわけにいかぬので 新橋へ迎えに行くことは許さなかった。翌日は会って立って冷めてどうしても京都に帰らせるようにすると言ってし子はその恋人のもとを通ったその男は停車場前の釣り屋という旗小屋に泊まっているのである時男が車から帰った時にはまだとても帰る前と思ったし子がすでにその笑顔を玄関に表していた聞くと田中はすでにこうして出てきた以上 どうしても京都には帰らぬとのことだ。で、よし子はほとんど喧嘩をするまでに争ったが、やはり断として聞かぬ。先生を頼りにして出京したのではあるが、そう聞けば、なるほどごもっともである。監督上、都合の悪いというのもよくわかりました。けれど、今さら帰れませぬから、自分でいかようにしても自活の道を求めて、目的地に住むよりほかはないとまで言ったそうだ。 時雄は不快を感じた。時代は一時は勝手にしろと思った放っておけとも思ったけれど県内の一員たる彼にどうして全く不馬牛たることを得ようぞよし子はその後二三日訪問した形跡もなく学校の時間には正確に帰ってくるが学校に行くと称して恋人のもとによりはせぬかと思うと胸は疑惑と嫉妬とに燃えた。 時雄は往々した。その心は日に幾変となく変わった。ある時は全く犠牲になって二人のために尽くそうと思った。ある時はこの一部始終を国に報じて一挙に破壊してしまおうかと思った。けれどこのいずれをもあえてすることのできぬのが今の心の状態であった。細君がふと時京に自護した。あなた二階ではこれよ。 と針でで着物をを縫う真似をして小声できっと、あげるんでしょう。こんがすりのしょせいばり。しい木綿の長い紐も買ってありますよ。本当かええ。と、さい君は笑った。ときおは笑うどころではなかった。よしこが、今日は先生少し遅くなれますからと、顔を赤くしていった。あそこに行くのかと問うと、いいえ、ちょっと友達のところに用があって寄ってきますから。 その夕暮れ、時雄は思い切って、よしこの恋人の下宿を訪問した。まことに先生にはよう申し訳がありまえんのやけれど、長い演説帳の郵弁で、形式的な申し訳をした後、田中という中勢の少し超えた色の白い男が祈祷する時のような迷路をして、さも同情を求めるように言った。時雄は熱していた。 しかし君分かったらそうしたらいいじゃありませんか。僕は君らの将来を持って言うのです。よしこは僕の弟子です。僕の責任としてよしこに敗学させるには忍びん。君が東京にどうしてもいると言うなら、よしこを国に返すか、この関係を父母に打ち明けて許可を請うか、二つのうち一つを選ばなければならん。君は君の愛する女を君のために 山の中に埋もらせるほどエゴイスチックな人間じゃありますまい。君は宗教に従事することが今度の事件のために嫌になったと言うが、それは一種の考えで、君は忍んで京都におりさえすれば万事円満に二人の間柄も将来希望があるのですから。ようわかっております。けれどできんですか。どうもすみませんけど、制服も帽子も売ってしもうたで、 今更帰るにも帰れまえんという次第で。それじゃあよしこを国に返すですか。彼は黙っている。国に行ってやりましょうか。やはり黙っていた。私の東京に参りましたのは、そういうことにはむしろ関係しないつもりでおます。別さんこちらにおりましても二人の間にはどうという。それは君はそう言うでしょう。けれどそれでは私は監督はできん。恋はいつ湧きするかもわからん。 私はそないなことはないつもりですけどな。誓いうるですか。静かに勉強していかれさえすれやな。そないなことありませんけどな。だから困るのです。こういう会話、要領を得ない会話を繰り返して長く相対した。時京は将来の希望という点、男子の犠牲という点、事件の進行という点から、いろいろさまざまに帰国を進めた。 時代の目に鋭じた田中飛龍は想像したような一家秀麗な上婦でもなく天才肌の人とも見えなかった麹町三番町通りの安畑後三を壁で仕切られた暑い部屋に初めて相対した時まず彼の目に迫ったのはキリスト教に養われた嫌に取りすました年に似合わぬ老舗な嫌な不愉快な態度であった京都生まれの言葉 色の白い顔、優しいところはいくらかはあるが、多い青年の中から、こうした男を特に選んだよし子の気が知れなかった。ことに時男が最も嫌に感じたのは、天真流郎という率直なところがみじんもなく、事故の罪悪にも弱点にもいろいろの理由を強いてつけて、これを弁解しようとする形式的態度であった。とはいえ、実を言えば時京の激しい頭には、 これがすぐ直角的に明らかに映ったというではなく座敷の隅に置かれた小さい旅鞄や哀れにもしおたれた白地の浴衣などを見ると青年空想の昔が思い出されてこうした恋のため反問もし大納もしているかと思って連憫の情も起こらぬではなかったこの暑い室に相対してあぐらをもかかず2人は少なくとも1時間以上語った。 話はついに要領を得なかった。まず今一度考え直してみたまえ、くらいが最後で、時代は別れて基礎についた。なんだか馬鹿らしいような気がした。愚かなる行為をしたように感じられて、自らその身を嘲笑した。心にもないお世辞をも言い、自分の胸の底の秘密を覆うためには、二人の恋の恩情なる保護者となろうとまで言ったことを思い出した。安本役の仕事をあっせんしてもらうため、帽子に 紹介の労を取ろうといったたも思い出したそして自分ながら自分の育児なく好人物なのを罵った。時生はいくどか考えた。むしろ国に放置してやろうかと、けれどそれを放置するにどういう態度を持ってしようかというのが大問題であった。二人の恋の鍵を自ら握っていると信じるだけ、それだけ時生は責任を重く感じた。 その身の不当の嫉妬不正の恋情のためにその愛する女の熱烈なる恋を犠牲にするには忍びぬとともに自ら言った恩情なる保護者として道徳家のごとく身を処するにも耐えなかったまた一方にはこのことが国に知れて佳子が父母のために伴われて帰国するようになるのを恐れた佳子が時雄の書斎に来て頭を垂れ恋を低くして その希望を述べたのはその翌日の夜であった。いかに解いても男は帰らぬ。さりとて国へ放置すれば、父母の許さぬのは知れたこと。事儀によれば、たちまち迎えに来ぬとも限らぬ。男もせっかくああして出てきたことでもあり、二人の間も世の中の男女の恋のように浅く思い、浅く恋したわけでもないから、決して汚れた行為などはなく、枠出するようなことは。誓ってしない。 文学は難しい道。小説を書いて一家をなそうとするのは田中のようなものにはできぬかもしれねえど、同じく将来を住むなら共に好む道に携わりたい。どうかしばらくこのままにして東京に置いてくれとの頼み。東京はこのよぎなき頼みを告げなく退けることはできなかった。東京は京都佐賀における女の行為にその節操を疑ってはいるが、一方にはまたその弁解をも信じて、 この若い二人の間にはまだそんなことはあるまいと思っていた自分の青年の経験に照らしてみても神聖なる霊の恋は成り立っても肉の恋は決してそう容易に実行されるものではないで時生は枠できせぬものならばしばらくこのままにしておいていいと言ってそしてルールとして霊の恋愛肉の恋愛恋愛と人生との関係教育ある新しい女の まさに守るべきことなどについて切実にかつ真摯に教訓した。個人が女子の節操を戒めたのは社会道徳の制裁よりはむしろ女子の独立を保護するためであるということ。一度肉を男子に許せば女子の自由が全く破れるということ。西洋の女子はよくこの間の消息を返しているから男女交際をして不都合がないということ。日本の新しい婦人も ぜひともそうならなければならぬということなど主なる教訓の題目であったがことに審判の女子ということについて通説に語った。よし子はうつむいて聞いていた。時生は今日に乗じてそして一体どうして生活しようというのです。少しは準備もしてきたんでしょう。一月ぐらいはいいでしょうけれど。何かうまい口でもあるといいけれどと時生は言った。 実は先生におすがり申して、誰も知ってるものがないのに出てまいりましたのですから、大層失望しましたのですけれど。だってあまりとっぴだ。一昨日あってもそう思ったが、どうもあれでも困るねえ。と時生は笑った。どうかまたご心配くださるように、この上ご心配かけては申し訳がありませんけれど。とよし子はすがるようにして顔をあからめた。心配せん方がいい。どうかなるよ。 よし子が出て行った後、時生は急に険しい難しい顔になった。自分に、自分に、この恋の世話ができるだろうか、と一人で胸に反問した。若い鳥は若い鳥でなくてはだめだ。自分らはもうこの若い鳥を引く美しい羽を持っていない。こう思うと、言うに言われぬ寂しさがひしと胸を襲った。妻と子、家庭の快楽だと人は言うが、それに何の意味がある。 子供のために生存している妻は生存の意味があろうが妻を子に奪われ子を妻に奪われた夫はどうして赤爆足らざるを得るか時生はじっとランプを見た机の上にはモーパッサンの死よりも強しが開かれてあった23日たって後時京は冷酷に社から帰って火鉢の前に座ると細君は小声で「今日来てよ。誰が?」2階の… そら、よしこさんのいい人、サイ君は笑った。そうか。今日一時ごろ、ごめんなさいと玄関に来た人があるですから、私が出てみると、顔の丸いかすりの羽織を着た、白島の袴を履いた書生さんがいるじゃありませんか。また、原稿でも持ってきた書生さんかと思ったら、横山さんはこちらにおいでですかと言うじゃありませんか。はて、不思議だと思ったけれど、名を聞きますと、田中。はあ。 それで、その人だなと思ったんですよ。嫌な人ね。あんな人を、あんな書生さんを恋人にしないったって、いくらもいいのがあるでしょうに。よしこさんは、よほど物好きね。あれじゃとても望みはありませんよ。それでどうしたよしこさんは嬉しいんでしょうけど、なんだか決まりが悪そうでしたよ。私がお茶を持って行ってあげると、よしこさんは机の前に座っている。その前にその人がいて、今まで何か話していたのを、 急によししてて黙ってしまっまた。私は変だからすぐ降りてきたですがね。なんだか変ね。今の若い人はよくああいうことができてね。私のその頃には男に見られるのすら恥ずかしくって恥ずかしくって仕方がなかったものですのに。時代が違うからな。いくら時代が違ってもあまり心配すぎると思いましたよ。堕落書生と同じですからね。それや上辺が似ているだけで。 心はそんなことはないでしょうけれど、なんだか変ですよ。そんなことはどうでもいい。それでどうした。おつる、下女が言ってあげるというのに、いいと言ってご自分で出かけて、餅菓子と焼き芋を買ってきてごちそうしてよ。おつるも笑っていましたよ。お湯をさしにあがると、二人でおいしそうにお札を食べているところでしたって。時代も笑わざるを得なかった。細君はなお語り継いだ。 そしてずいぶん長く高い声で話していましたよ。議論みたいなことも言って、よしこさんもなかなか負けない様子でした。そしていつ帰ったもう少しさっき。よしこはいるかいいえ、道がわからないから、一緒にそこまで送って行ってくるって、出かけて行ったんですよ。時代は顔を曇らせた。夕飯を送っていると、裏口からよしこが帰ってきた。急いで走ってきたとおぼしく、 生せせい息を切っている。どこまでいらしたと細君が問うと、神楽坂までと答えたが、いつもする、お帰りなさいましを時折に向かって行って、そのままバタバタと二階へ上がった。すぐ降りてくるかと思うになかなか降りてこない。よしこさん、よしこさんと三度ほど細君が呼ぶと、はいという長い返事が聞こえて、やはり降りてこない。おつるが迎えに行ってようやく二階を降りてきたが、 準備した夕飯の膳をよそに、柱に近く、明日に座った。ご飯はもう食べたくないの、お腹がいっぱいで。あまりお札を召し上がったせいでしょう。あらまあ、ひどい奥さん。いいわ、奥さん。と睨む真似をする。崔君は笑って、よしこさん、なんだか変ね。なぜと長く引っ張る。なぜでもないわ。いいことよ、奥さん。とまた睨んだ。時代は黙ってこの筐体に対していた。 胸の騒ぐのは無論である。不快の情はひしと押し寄せてきた。よしこはちらと時代の顔を伺ったが、その復縁なのが一目で分かった。ですぐ態度を改めて、先生、今日田中が参りましてね。そうだってね。お目にかかってお礼を申し上げなければならんのですけれども、また改めて上がりますからって、よろしく申し上げて。そうか。と言ったが、 そのまままと立っっってて書斎に入ってしまった。その恋人が東京にてはたとえ自分がよし子をその2階に置いて監督しても東京は心を休んずる暇はなかった。二人の相合うことを妨げることは絶対に不可能である。手紙は無論差し止めることはできぬし今日ちょっと田中に寄って参りますから1時間遅くなりますと公然と断っていくのをどうこう言うわけにはいかなかった。 またその男が訪問してくるのを非常に不快に思うけれど今更それを遮絶することもできなかった時代はいつの間にかこの二人からその声に対しての恩情の保護者として認められてしまった時代は常にイライラしていた書かなければならぬ原稿が幾種もある書士からも催促される金も欲しいけれどどうしても筆を取って文を綴るような 落ち着いた心の状態にはなれなかった。強いて心みて見ることがあっても考えがまとまらない。本を読んでも二ページも続けて読む気になれない。二人の恋の温かさを見るたびに胸を燃やして罪もない細君に当たり散らして酒を飲んだ。晩餐の際が気に入らぬと言ってお膳を蹴飛ばした。夜は十二時過ぎに酔って帰ってくることもあった。よし子はこの乱暴な不調子な時計の行為に、 少なからず心を痛めて、私がいろいろご心配をかけるもんですからね、私が悪いんですよ、と詫べるように細工に言った。よしくはなるたけ手紙の往復を人に見せぬようにし、訪問も三度に一度は学校を休んでこっそり行くようにした。時代はそれに気がついて、一層大能の度を増した。野は秋も暮れて、木枯らしの風が立った。裏の森のイチョウももみじして、 夕の空を美しく彩った垣根道には反り返った落ち葉がガサガサと転がっていく。モズの鳴き声がきたたましく聞こえる。若い二人の声がいよいよ人目に余るようになったのはこの頃であった。時京は監督上、ビルに見かねて、よし子を解き進めて、この一部始終を故郷の父母に大勢しめた。そして時生もこの声に関しての長い手紙をよし子の父に寄せた。この場合にも、 時京はよし子の感謝の情を十分に勝ちうるように努めた時京は心を欺いて悲壮なる犠牲と称してこの恋の温情なる保護者となった備中の山中から通通の手紙が来た「章終わり」この録音はパブリックドメインです「リブリボックス・ドット・オンのために録音されました 七その翌年の1月には、東京は地理の用事で、上部の境なる利根川に出張していた。彼は昨年の年末からこの地に来ているので、家のこと、よし子のことがことに心配になる。去りとて公務を行かんともすることができなかった。正月になって2日にちょっと帰京したが、その時は次男が歯を病んで、妻とよし子とが、 しきりにそれを解放していた妻に聞くと、よしこの恋はさらに枠敵の度を加えた様子。大晦日の晩に、田中が生活のたつきを得ず、下宿に帰ることもできずに、昼夜運転の電車に一夜を過ごしたということ。あまり頻繁に二人が往来するので、それをそれとなしに注意して、よしこと口争いをしたということ。その他趣旨のことを聞いた。困ったことだと思った。 一晩泊まって再びトネの河畔に戻った。今は五日の夜であった。ぼーっとした空に月が傘を帯びて、その光が川の中央にキラキラと金を砕いていた。時代は机の上に一通の封書を開いて、深くそのことを考えていた。その手紙は今少し前、旅館の下女が置いていったよし子の筆である。先生、誠に申し訳がございません。 先生の同情ある御恩は決して一生たっても忘れることでなく今もその心を思うと涙がこぼれるのです。父母はあの通りです。先生があのようにおっしゃってくだすっても昔風の堅くなで私どもの心をくんでくれようともいたしませず泣いて訴えましたけれど許してくれません。母の手紙を見れば泣かずにはおられませんけれど少しは 私の心も汲んでくれてもいいと思います恋とはこう苦しいものかと今つくづく思い当たりました先生私は決心いたしました聖書にも女は親に離れて夫に従うとございます通り私は田中に従おうと存じます田中は未だに生活のたつきを得ませず準備した金はすでにつき昨年の暮れは 裏ぶれのの悲しいい生活を送ったのでございます。私はもう見ているに忍びません。国からの補助を受けませんでも、私らは、私ら二人でできるまでこのように生きてみようと思います。先生にご心配をかけるのは誠にすみません。監督上、ご心配なさるのもごもっともです。けれど、せっかく先生があのように私らのために国の父母をおとき下すったにもかかわらず、 父母は、ただ無意味に怒ってばかりいて、取り合ってくれませんのは、あまりと申せば無慈悲です。感動されても仕方がございません。堕落堕落と申して、ほとんど弱いせぬばかりに申しておりますが、私たちの恋は、そんなに不真面目なものでございましょうか。それに、家の文地文地と申しますが、私は恋を父母の都合によって致すような、旧式の女でないことは、 先生もお許しくださるでしょう。先生、私は決心いたしました。昨日、上の図書館で、女の見習い生がいるようだという広告がありましたから、応じてみようと思います。二人して、一生懸命に働きましたら、まさかに飢えるようなこともございますまい。先生のお家にこうしていますればこそ、先生にも奥様にもご心配をかけてすまぬのでございます。どうか先生、 私の決心をお許し下さい。よしこ、先生御元へ。恋の力はついに二人を深い枠歴の淵に沈めたのである。時生はもうこうしてはおかれぬと思った。時生がよしこの関心を得るために取った、恩情の保護者としての態度を考えた。備中の父親に寄せた手紙。その手紙には極力二人の恋を庇護して、どうしてもこの恋を許してもらわねばならぬという趣旨であった。 時雄は父母の到底これを承知せぬことを知っていた。むしろ父母の極力反対することを希望していた。父母は果たして極力反対してきた。言うことを聞かぬなら感動するとまで言ってきた。二人はまさに浮くべき恋の報酬を受けた。時雄はよし子のためにあくまで弁明し、汚れた目的のために行われたる恋でないことを言い、父母のうち一人、ぜひ出凶して、 この問題を解決してもらいたいと言いたた。と言送っけれど故郷の父母は監督なる時雄がそういう不主張であるのと到底その口から許可することができぬのとで上京しても無駄であると言って出てこなかった時雄は今よし子の手紙に対して考えた二人の状態はもはや一刻も猶予すべからざるものとなっている時雄の監督を離れて二人一緒に暮らしたいという大胆な言葉 その言葉の中には警戒すべき分子の多いのを思ったいやすでに一歩進めているかもしれぬと思ったまた一面にはこれほどそのために尽力しているのにその行為を無にしてこういう決心をするとは義理知らず情け知らず勝手にするがいいとまで激した時代は胸の轟きを沈めるため月を朧なる利根川の包みの上を散歩した月が火を帯びた夜は 冬ながらやや暖かく土手下の家々の窓には平和な灯火が静かに輝いていた川の上には薄いもやがかかって折々通る船の炉の音がギーと聞こえる下流で「おい」と私を呼ぶものがある船橋を渡る車の音がとどろに響いてそしてまた一時静かになる時雄は土手を歩きながら趣旨のことを考えたよしこのことよりは一層通説に 事故の過程の寂しさということが胸を往来した。三十五六歳の男女の最も味わうべき生活の苦痛、事業に対する煩悩、性欲より起こる不満足等が凄まじい力でその胸を圧迫した。よし子は彼のために平凡なる生活の花でもあり、また糧でもあった。よし子の美しい力によって、荒野のごとき胸に花咲き、寂果てた金は再びなろうとした。子のために、 復活の活の気は新しくされた。であるのに再び赤爆光稜たる以前の平凡なる生活に帰らなければならぬとは不平よりも嫉妬よりも熱い熱い涙が彼の方を伝った彼は真面目にヨ子の恋とその一生とを考えた二人同棲して後の検体疲労冷酷を事故の経験に照らしてみたそしてひとたび男子に身を任せて あとの女子の境遇の哀れむべきを思いやった。自然の才能に秘める暗黒なる力に対する遠征の情は今彼の胸をムラムラとして襲った。真面目なる解決を施かさなければならぬという気になった。今までの自分の行いの甚ははだ不自然で不真面目であるのに思いついた。時雄はその夜、備中の山中にある、よ子の父母に寄せる手紙を熱心に書いた。 よし子の手紙をその中に巻き込んで、二人の近況を詳しく記し、最後に、父たる貴下と死たる小生と当事者たる二人と相対して、この問題を真面目に議すべき、次節到来せると存じ候。浪。騎は父としての主張あるべく、よし子はよし子としての自由あるべく、小生また死としての意見これあり騒浪。ご多忙の際にはありし騒浪へども、 ぜひぜひご家を下されたく、幾重にも希望をつかまつりそうろう。と書いて筆を結んだ。封筒に収めて、備中国、新見町、横山氷造様、兵蔵様と書いて、そばに置いて、じっとそれを見いった。この一通が運命の手だと思った。思い切って女を呼んで渡した。一日二日、東京はその手紙の備中の山中に運ばれていく様を想像した。 面山で囲まれた小さな田舎町その中央にある大きな白壁造りそこに郵便客婦が配達すると店にいた男がそれを奥へ持っていく竹の高いひげのある主人がそれを読む運命の力は一刻ごとに迫ってきた章終わりこの録音はパブリックドメインです リブリボックス、ドットオグのために録音されました。8.10日に時代は東京に帰った。その翌日、備中から返事があって、二、三日のうちに父親が出発すると報じてきた。吉子も田中も今の際、むしろそれを希望しているらしく、別にこれと言って驚いた様子もなかった。父親が東京に着いて、まず京橋に宿を取って、 牛の時男の宅を訪問したのは16日の午前11時頃であったちょうど日曜で時京は宅にいた父親は付録コートを着て中高帽をかぶって長途の旅行に疲れたというふうであった佳子はその日医師へ行っていた3日ほど前から風邪をひいて熱が少しあった頭痛がすると言っていたまもなく帰ってきたが 裏口から何の気なしに入ると、細君が、よし子さん、よしこさん、大変よ、お父さんが来てよ、お父さん、とよしこもさすがにハッとした。そのまま二階に上がったが、降りてこない。奥で、よしこは、と呼ぶので、細君が下から呼んでみたが、返事がない。登って行ってみると、よしこは机の上にうつぶしている。よしこさん、返事がない。 そばに行ってまた呼ぶと、よし子は青い神経性の顔をもたねた。奥で呼んでいますよ。でもね、奥さん、私はどうして父にあおれるでしょう。泣いているのだ。だって、父様に久しぶりじゃありませんか。どうせ会わないわけにはいかんのですもの。なあに、そんな心配をすることはありませんよ。大丈夫ですよ。だって、奥さん。本当に大丈夫ですから。 しっかりなさいよ。よくあなたの心を父様にお話しなさいよ。本当に大丈夫ですよ。よし子はついに父親の前に出た。ひげ多く威厳のある中にどことなく優しいところのある懐かしい顔を見ると、よし子は涙のみなぎるのをとどめえなかった。旧式な頑固な親父。若い者の心などのわからぬ親父。 それでもこの父は優しい父であった。母親は万事に気がついて、よく面倒を見てくれたけれど、なぜか、よし子には母よりも、この父の方がよかった。その身の今の休泊を訴え、泣いて、この恋の真面目なのを訴えたら、父親もよもや動かされぬことはあるまいと思った。よし子、しばらくじゃったのう。体は丈夫かのう。お父様、よし子は、 あとを言いえなかった。今度来ますときに、と父親は、そばに座っている時代に語った。佐野と御殿場でしたかな。汽車に故障がありましてな。二時間ほど待ちました。機関が破裂しましてな。それは、全速力で進行しているうちに、凄まじい音がしたと思いましたけ、汽車がおびただしく傾斜して、だらだらと逆行しましてな。何事かと思いました。 がが破裂ししして、二人とか即死した。たそれは危険でしたな。沼津から機関車を持ってきてつけるまで二時間も待ちましたけその間もな思いましてこれのためにこうして東京に来ている途中もしものことがあったらよしと今度は娘の方を見てお前も兄弟に申し訳あなかろうと思ったじゃわよし子は頭を垂れて黙っていた それは危険でした。それでも別にお怪我もなくって結構でした。ええ、まあ。父親と時雄はしばらくその期間破裂のことについて語り合った。ふとよしこは、お父様、家では皆、変わることはございません。うむ、皆達者じゃ。母さんも、うむ、今度も私が忙しいけいな、母に来てもらうように言うてじゃったが、やはり私の方がいいじゃろうと思って、 兄さんもお達者うむ。あれもこの頃は少し落ち着いている。かれこれするうちに昼飯の禅が出た。よし子は自分の部屋に戻った。食事を終わって茶を飲みながら、時代は前からのその問題を語り継いだ。であなたはどうしても不賛成。賛成しようにもしまいにも、まだ問題になりおりませんけ。今仮に許して二人一緒にするにいたしても、男は二十二で、 同志社の三年生では、それはそうですが、人物をご覧の上、将来の約束でも、いや、約束などと、そんなことはいたしますまい、私は人物を見たわけでありませんけ。よく知りませんけどな、女学生の状況の閉じを要して、途中に泊まらせたり、年来の恩ある神戸教会の恩人を、一丁にして捨て去ったりするような男ですけ。とても話にはならぬと思いますじゃ。 この間、よしから母へよこした手紙に、その男が苦しんでおるじゃで、どうかお察しくだすって、私の学費を少なくしてもいいから、早稲田に通うくらいの金を出してくれと書いてありましたあげな。何かそういう計画でよしが騙されておるんではないですかな。そんなことはないでしょうと思うですが、どうも怪しいことがあるです。よし子と約束ができて、すぐ宗教が嫌になって、 文学が好きになったというのもおかしいし、その後をすぐ追って出てきて、あなたなどのご説言も聞かずに、異色に苦しんでまでもこの東京にいるなども意味がありそうですわい。それは恋の枠的であるかもしれませんから、善意に解釈することもできますが、それにしても許可するのをせぬのとは問題になりませんけ、結婚の約束は大きなことでして、それにはその者の,の身分も調べて、 こっちの身分との釣り合いも考えなければなりませんし、血統を調べなければなりません。それに人物が第一です。あなたのご覧になるところでは、秀才だとかおっしゃってですが。いや、そういうわけでもなかったです。一体人物はどういう。それはかえって、母さんなどはご存知だということですが。なあに、妻の日曜学校で、一、二度会ったことがあるくらい、妻もよく知らんそうですけ。 何でも神戸では多少秀才とか何とかは言われた男で、よしは女学院にいる頃から知っておるのでしょうがな、説教や祈祷などをやらせると、大人も及ばぬようなうまいことをやりおったそうですけ。それで話が演説上になるのだ。形式的になるのだ。あの嫌な上目を使うのは祈祷をする時の表情だ。と時雄は心の中に合点した。あの嫌な表情で、 若い女を迷わせるのだなと続いて思って嫌な気がした。それにしても結局はどうしましょう。よしこさんを連れてお帰りになりますか。されば、なるたきは連れて帰りたくないと思いますがな。村に娘を連れて突然帰ると、どうも際立って面白くありません。私も妻も、しゅ村の事前事業や名誉職などをやっておりますけ、今度のことなどがパッとしますと、非常に困る場合もあるです。 で、私は、あなたのおっしゃるとおり、できるうべくは、男を元の京都に返して、ここ一、二年、娘はなおお世話になりたいと存じておりますじゃが、それがいいですな、と時雄は言った。二人の間柄についての談話も一にあった。時雄は、京都佐賀の事情、その以降の経過を話し、二人の間には、神聖の霊礼の恋のみ成り立っていて、汚い関係はないであろうと言った。父親は、 それを聞いてうなずきはしたが、でもまあ、その方の関係もあるものとして見なければなれますまい、と言った。父親の胸には、今さら娘についての開墾の情が多かった。田舎者の共栄心のために、神戸女学院のようなハイカラな学校に入れて、その寄宿舎生活を行なせたことや、娘の切なる希望を入れて、小説を学ぶべく東京に出したことや、旅をのために、言がままにして、 あまり転嘩を加えなかったことや、いろいろなことがむらむらと胸に浮かんだ。一時間後にはわざわざ迎えにあった田中がこの部屋に来ていた。よしこもそのそばに久しみを垂れて談話を聞いていた。父親の目に餌じた田中は、もとより気に入った人物ではなかった。その白島の袴をつけ、紺がっすりの羽織を着た書生姿は、軽蔑の念と憎悪の念とをその胸にみなぎらしめた。 その所有物を奪った憎むべき男という感はかつて時雄がその下宿でこの男を見た時の感と華肌よく似ていた田中は袴のひだを正してしゃんと座ったまま多く二尺先ぐらいの畳をのみ見ていた服従という態度よりも犯行という態度がありありとしていたどうも少し硬くなりすぎてよし子を自分の自由にするある権利を持っているというふうに見えていた談話は 真面目にかつ激しかった父親はその破裂地をあえて正面から攻めはしないがお料理苦い皮肉をその言葉の中に交えた初めは時生が口を切ったが中尾から主に父親親と田中とが語った父親は県会議員をした人だけあって言葉の抑揚頓挫がなかなか巧みであった演説になれた田中も時々沈黙させられた二人の声の 許可不許可も問題にあがったがそれは今研究すべき題目でないとして退けられ当面の京都帰還問題が論じられた恋する二人ことに男にとってはこの分離は甚ははだつらいらしかった男は宗教的資格を全く失ったということ帰るべく家をも国をも持たぬということ二三月来漂霊の結果ようやく東京に 前途の孔明を認め始めたのに、それを捨ててさらに忍びぬということなどを盾として、しきりに帰国の不可能を主張した。父親は根懇として説いた。今さら京都に帰れないという、それは帰れないに違いない。けれど今の場合である、愛する女子なら、その女子のために犠牲になれぬということはあるまいじゃ。京都に帰れないから田舎に帰る。 帰れば自分の目的が達成られぬと言うが、そこを言うのじゃ。そこを犠牲になってもよかろうと言うのじゃ。田中は目して下を向いた。容易に託しそうにもない。先ほどから黙って聞いていた時雄は、男があまりに頑固なのに、急に恋を励まして、君、僕は先ほどから聞いていたが、あれほどに言うお父さんの言葉がわからんですか。お父さんは君の罪をも問わず、 ハレンチをも問わず、将来もし縁があったら、この恋愛を承諾せぬではない。君もまだ年が若い。よしこさんも今修行最中である。だから二人は今しばらく、この恋愛問題を未解決のうちにそのままにしておいて、そしてその育成を見ようというのがわからんですか。今の場合二人はどうしても一緒には置かれぬ。どっちかこの東京を去らなくてはならん。 この東京を去るということについては、君がまず去るのが死闘だ。なぜかといえば、君はよしこの後を追うて来たのだから。よう、わかっております。と田中は答えた。私が万事悪いのでございますから、私が一番に去らなければなりません。先生は今、この恋愛を承諾してくだされるのではないとおっしゃったが、お父様の先ほどのお言葉では、まだ満足いたされぬようなわけでして、 どういう意味ですと時代は反問した。本当に約束せぬというのが不満だというのですじゃろうと父親は言葉を入れて。けれどこれは先ほどもよく話したはずじゃけ、今の場合、許可不許可ということはできぬじゃ。独立することもできぬ修行中の身で、二人一緒にこの世の中に立っていこうとやるは、どうも不信用じゃ。だから私は今、今三、四年は、 お互いに勉強するがいいじゃと思う。真面目ならば、こうまで言った話はわからんけれやならん。私が一時を満着して、よしをよそに片付けるとか言うのやなら、それは不満足じゃろう。けれど私は神に誓って言う。先生を前に置いて言う。三年はよしを私から進んで嫁にやるようなことはせんじゃ。人の世はエホバのおぼしめし次第。罪の多い人間は、 その力ある裁きを待つより他に仕方がないけ。私はよしは君に信ずるとまでは言うことはできん。今の心が許さんけ。今度のことは神のおぼしめしにかなっていないと思うけ。三年たって神のおぼしめしにかなうかどうか。それは今からは予言はできんが。君の心が真実真面目で誠実であったなら、必ず神のおぼしめしにかなうことと思うじゃ。 あれほどお父さんが分かっていらっしゃると時代は父親の言葉を受けて三年君がために待つ君を信用するに足りる三年の事実を君に与えると言われたのは実にこの上ない恵みでしょう人の娘を誘惑するような奴には真面目に話をする必要はないと言ってこのままよし子を連れて帰られても君は一言も恨む席はないのですのに三年待とう君の真心の見えるまでは よしこを他に片付けるようなことはすまいという、実に恩恵ある言葉だ。許可すると言ったより、一層恩義が深い。君はこれがわからんですか田中はうつむいて顔をしかめると思ったら、涙がはらはらとその頬を伝った。一打は水を打ったように静かになった。田中はあふれいずる涙を手の拳で拭った。時代は今ぞ時と、どうです、返事をしたまえ。 私などはどうなっても用を増す。田舎に埋もれてもカわんどす。また涙をぐった。それではいかん。そう反抗的に言ったって仕方がない。腹の底を打ち明けて、互いに不満足のないようにしようとするためのこの会合です。君は立って、田舎に帰るのが嫌だとならば、よしこを国に返すばかりです。二人一緒に東京にいることはできんですか。それはできん。監督上できん。 二人の将来のためにもできん。それでは田舎に埋もれても世を増す。い,いえ、私が帰ります。とよしこも涙に声を震わして、私は女、女です。あなたさえ成功してくだされば、私は田舎に埋もれても構いやしません。私が帰ります。一座はまた沈黙に落ちた。しばらくしてから、時生は調子を改めて、それにしても君はどうして京都に帰れんのです。 神戸の恩人に一部始終を話して、今までの不心意を射して、同志者に戻ったらいいじゃありませんか。よしこさんが文学志願だから、君も文学家にならなければならんというようなことはない。宗教家として、神学者として、牧師として、大いに立ったならいいでしょう。宗教家には、もうとてもようなりまへん。人に向かって教えを説くような偉い人間ではないでおますで。それに、 残念ですのは、三月の間苦労しまして、実はようやくある親友の世話で、移植の道が開けましたで、田舎に埋もれるには忍びまへんで、三人はなお語った。話はついに一生段落を告げた。田中は今夜親友に相談して、明日か明後日までに確固たる返事をもたらそうと言ってひとまず帰った。時計はもう午後四時、冬の日は暮れ近く、 今まで部屋の一隅に照っていた光もいつか消えてしまった。一室は父親と時代の二人になった。どうも逃げ切らない男ですわい、と父親はそれとなく言った。どうも形式的で、甚だ容量は縁です。もう少し打ち明けて、ざっくばらんに話してくれるといいですけれど。どうも中国の人間はそうはいかんですけ。人物が小さくって小細工で、 すぐ人の股をくぐろうとするですわい。関東から東北の人はまるで違うですがな。悪いのは悪い、いいのはいいと心情を吐露してしまうけ。いいですけどもな。どうもいかん。小細工で、孤立で、メスメスを泣きおった。どうもそういうところがありますな。見ていさっしゃい。明日きっと快諾しやあせんけ。何のかのと理屈をつけて帰るまいとするけ。時代の胸に、 ふと2人のの関係についての疑惑が起こった。男の激しい主張と、よし子を女が所有とする権利があるような態度とは、時京にこの疑惑を起こさしむるの動機となったのである。で、二人の間の関係をどうご観察をなすったです。時京は父親に問うた。そうですな、関係があると思わんけりゃなりますまい。今の際、確かめておく必要があると思うですが。吉子さんに、 坂行きの弁解をさせましょうか。今度の恋は、坂行きの後に初めて感じたことだと言うていましたから、その証拠になる手紙があるでしょうから。まあ、そこまでせんでも。父親は関係を信じつつも、その事実となるのを恐れるらしい。運悪く、そこに吉子は茶を運んできた。時生は呼び止めて、その証拠になる手紙があるだろう。その身の潔白を称するために、その前後の手紙を見せたまえと迫った。 これを聞いた、よし子の顔は、にわかに赤くなった。さも、困ったという風がありありとして、顔と態度とに現れた。あの頃の手紙は、この間、皆焼いてしまいましたから、その声は低かった。焼いたええ。よし子は、顔を垂れた。焼いたそんなことはないでしょう。よし子の顔はいよいよ赤くなった。時代は、激さざるを得なかった。事実は、 恐ろしい力で彼の胸を刺した。時生は立って川屋に行った。胸はイライラして、頭は幻惑するように感じた。欺かれたという念が激しく浸透をついて起こった。川屋を出ると、そこに、障子の外に、よし子はおどおどした様子で立っている。先生、本当に私は焼いてしまったのですから。嘘を言いなさい。と時生は叱るように言って、障子を激しく閉めて室内に入った。 章終わり。この録音はパブリックドメインです。リブリボックス。ドットオグのために録音されました。九。父親は。夕飯の遅そうになって、旅宿に帰った。時 o の。その夜の反問は非常であった。欺かれたと思うと。ゴーが煮えて仕方がない。いな。 よし子の霊と肉、その全部を一所生に奪われながら、とにかくその恋について真面目に尽くしたかと思うと腹が立つ。そのくらいなら、あの男に身を任せていたくらいなら、何もその処女の節操を尊ぶには当たらなかった。自分も大胆に手を出して、性欲の満足を買えばよかった。こう思うと、今まで上天の京に置いた美しいよし子は、 倍女かなか何ぞのように思われて、その体は愚か、美しい態度も表情も癒しむ気になった。で、その世はもだえもだえて、ほとんど眠られなかった。さまざまな感情が黒雲のように胸を通った。その胸に手を当てて時雄は考えた。いっそこうしてくれようかと思うた。どうせ男に身を任せて汚れているのだ。このままこうして、 男を京都に返して、その弱点を利用して、自分の自由にしようかと思った。と、いろいろなことが頭に浮かぶ。よしこがその二階に泊まって寝ていたとき、もし自分がこっそりその二階に登って行って、やるせなき恋を語ったらどうであろう。きざして自分をいさめるかもしれぬ。恋を立てて人を呼ぶかもしれぬ。それとも、また切ない自分の情を汲んで、 犠牲になってくれれるかもしれぬ。さて、犠牲になったとして、翌朝はどうであろう。明らかな日光を見ては、さすがに顔を合わせるにも忍びぬにそういない。火いたけるまで朝飯をも食わずに寝ているにそういない。その時、モーパッサンの父という短編を思い出した。ことに、少女は男に身を任せて後、激しく泣いたことの書いてあるのを痛切に感じたが、 それをまたた。今思い出したかと思うと、この暗い想像に抵抗する力が、他の一方から出て、盛んにそれと争った。で、反問また反問、大のまた大の、寝返りを幾度となく打って、二時三時の時計の音をも聞いた。よし子も反問したにそういなかった。朝起きた時は青い顔をしていた。朝飯をも一番でよした。 なるたけ時男の顔に会うのを避けている様子であった。よしこの反問は、その秘密を知られたというよりも、それを隠しておいた日を悟った反問であったらしい。午後に、ちょっと出てきたいと言ったが、車へも行かずに家にいた時男はそれを許さなかった。一日はかくて過ぎた。田中から何らの返事もなかった。よしこは昼飯も夕飯も食べたくないとて食わない。 陰鬱な気が一家に満ちた細君は夫の機嫌の悪いのとよし子の反問しているのに胸を痛めてどうしたことかと思った昨日の話の模様では万事円満に収まりそうであったのに細君は一晩なると召し上がらなくてはお腹が空いて仕方があるまいとそれをすめに二階へ行った時生はわびしい薄暮れを苦い顔をして酒を飲んでいた やがて細君が降りてて君きた。どうしていたと時生は聞くと薄暗い部屋にランプもつけず書きかけた手紙を机に置いてうつぶしていたとの話「手紙誰にやる手紙?」時生は激したそんな手紙を書いたって駄目だと宣告しようと思って足音高く2階に上った「先生ご賞ですから」と祈るような声が聞こえた机の上に うつぶしたままである先生、ご唱ですから、もう少し待ってください。手紙に書いて差し上げますから。時生は2階を降りた。しばらくして下女は、細君に命じられて、2階にランプをつけに行ったが、降りてくるとき、一通の手紙を持ってきて、時生に渡した。時生は貸したる心を持って読んだ。先生、私は堕落女学生です。 私は先生のご好意を利用して先生を欺きました。その罪はいくらお詫びしても許されませぬほど大きいと思います。先生、どうか弱いものと思ってお慌れみください。先生に教えていただいた新しい明治の女子としての務め、それを私は行っておりませんでした。やはり私は旧派の女、新しい思想を行う勇気を持っておりませんでした。 私は田中に相談しまして、どんなことがあっても、このことばかりは人に打ち明けまい、過ぎたことは仕方がないが、これからは正常な恋を続けようと約束したのです。けれど、先生、先生のご反問が、皆、私の至らないためであると思いますと、じっとしてはいられません。今日は終日、そのことで胸を痛めました。どうか先生、この哀れなる女をおあわれみくださいまし。 先生におすがり申すよりほか私には道がないのでございます。よしこ先生おもと。時雄は今まさらに地の底にこの身を沈められるかと思った手紙を持って立ち上がったその激した心にはよしこがこの懺悔をあえてした理由すべてを打ち明けてすがろうとした態度を解釈する余裕がなかった二階のはしごをけたたましく踏みならして上がって よしこのうつぶしている机のそばに、厳然として座った。こうなっては、もう仕方がない。私はもうどうすることもできぬ。この手紙はあなたに返す。このことについては、誓って何人にも沈黙を守る。とにかく、あなたが主として私を信頼した態度は、新しい日本の女として恥ずかしくない。けれど、こうなっては、あなたが国に帰るのが死闘だ。今夜、 これからすぐ父様のところに行きましょう。そして一部始終を話して、早速国に帰るようにした方がいい。で、飯を食い終わるとすぐ、支度をして家を出た。よしこの胸に様々な不服、不平、悲哀があふれたであろうが、しかも東京のおごすかなる命令に背くわけにはいかなかった。市ヶ谷から電車に乗った。二人、藍並んで座を取ったが、 しかも、一号も言葉を交えなかった。山下門で降りて、京橋の旅館に行くと、父親は都合よく在宅していた。一部始終、父親は特に怒りもしなかった。ただ、同行して帰国するのをなるべく避けたいらしかったが、しかもそれより他に道はなかった。よしこは泣きも笑いもせず、ただ、運命の屈指に飽きれるという風であった。 時生は捨てたつもりで吉子を自分に任せることはできぬかと言ったが父親は当人が親を捨ててもというならばいざ知らず普通の状態においては無論許そうとはしなかった吉子もまた親を捨ててまでも帰国を拒むほどの決心がついておらなかったで時生は吉子を父親に預けて帰宅した「章終わり」。 この録音はパブリックドメインです。リブリボックスドットオブのために録音されました。十。田中は翌朝、時を問うた。彼は体制のすでに定まったのを知らずに。己の事情の帰国に適せぬことを。ルルとして説こうとした。連日ともに許した。 恋人の習いとしていかようにしても離れまいとするのである時男の顔には得意の色が昇ったいやもうその問題は決着したですよし子が一部始終をすっかり話した君らは僕を欺いていたということが分かった大変な神聖な恋でしたな田中の顔はにわかに変わった周知の念と月光の情と 絶望のモダイトがその胸をついた。彼は言うところを知らなかった。もうやむをえんです、と時生は言葉を継いで、僕はこの恋に関係することができません。いや、もう嫌です。よし子を父親の監督に移したです。男は黙って座っていた。青いその顔には肉の旋律がありありと見えた。ふと急に授業をして、 こここううしててはいいられぬという態度でここを出て行った。午前10時ごろ父親は佳子を伴うて来たいよいよ今夜6時の神戸急行で帰国するので大体の荷物は後から送ってもらうとして手回りのものだけまとめていこうというのであった佳子は自分の2階に上がってそのまま荷物の整理に取りかかった時男の胸は激してはおったが 二百よ,よりの山川を隔ててもうその美しい表情をも見ることができなくなると思うと言うに言われぬわびしさを感ずるがその恋せる女を競争者の手から父親の手に移したことは少なくとも愉快であったで時京は父親とむしろ快活に主々なる物語にふけった父親は田舎の紳士によく見るような 書が道楽、雪舟王教、要塞の絵画山陽筑伝海奥ザンの書を愛しその冥福を無数に増していた話はおのずからそれに移った平凡なる書画物語はこの一室に一時栄えた田中が来て東京に会いたいと言った八条と六条との中敷きりを占めて八条であった 父親は六畳にいた。よし子は二階の一室にいた。ご帰国になるんでしょうか。ええ、どうせ帰るんでしょう。よしさんも一緒に、それはそうでしょう。いつですか、お話しくだされますまいか。どうも今の場合、お話しすることはできませんな。それでは、ちょっとでも、よしさんに会わせていただくわけにはまいりますまいか。それはだめでしょう。では、お父様は、どちらへお泊まりですか。 ちょっと番地を伺いたいですがそれも僕には教えていいか悪いかわからんですから取りつく島がない田中は黙ってしばし座っていたがそのまま授業して去った昼飯の禅がやがて八畳に並んだこれがお別れだというので細君はことに注意して酒魚をそろえた時をも別れの印に三人相並んで 会食ししようとしたのである。けれどよし子はどうしても食べたくないという。細君がとき進めても来ない。ときは自身2階に上がった。東の窓を1枚開けたばかり。暗い一室には本やら雑誌やら着物やら帯やら,帯やら瓶やら氷やら,氷やら品カバンやらが足の踏みどもないほどに散らばっていて埃の香りがおびただしく鼻をつく中に。 よしくは、目を泣き晴らして荷物のセールをしていた。三年前、青春の希望枠がごとき心を抱いて、東京に出てきた時の様に比べて、何らの悲惨、何らの暗黒であろう。優れた作品一つ得ず、こうして田舎に帰る運命かと思うと、たまらなく悲しくならずにはいられまい。せっかく支度したから、食ったらどうです。もうしばらくは一緒に飯も食べられんから。 先生とよし子は泣き出した時雄も胸をついた死としての恩情と責任等を尽くしたかと激しく反省した彼も泣きたいほどわびしくなった高専の暗い室氷や書籍の散逸する中に恋せる女の帰国の涙これを慰むる言葉もなかった午後3時車が3台来た玄関に出した氷品カバン、 しんげん袋をシャフは運んで車に乗せた。よしこはくるうめの皮膚を着て、白いリボンを髪に刺して、目を泣きはらしていた。送って出たさいくんの手を固く握って、奥さん、さようなら。私、またきっと来てよ。きっと来てよ。来ないでお気はしないわ。本当にね。また出ていらっしゃいよ。一年ぐらいしたらきっとね。とさいくんも固く手を握り返した。その目には涙があふれた。 女心の弱く同情の念はその小さい胸にみなぎり渡ったのである。冬の日のやや薄寒むき牛込の屋敷町、真っ先に父親、次にし子、次に時男という順序で車は走り出した。細君と嘉人は名残を惜しんでその車の後ろ影を見送っていた。その後ろに隣の細君がこのにわかの出立を何事かと思って見ていた。 なおその後ろの工事の曲がり角に茶色の帽子をかぶった男が立っていた。よしこは二度三度まで振り返った。車が麹町の通りを日比谷へ向かうとき、時代の胸に今の女学生ということが浮かんだ。前に行く車上のよしこ、高い二百三高地巻き、白いリボン、やや猫背がちなる姿、こういう形をして、こういう事情のもとに、 荷物とともに父に連れられて帰国する女学生はさぞ多いことであろう。「よし子あの意志の強いよし子でさえこうした運命を得た」「教育家のやかましく女子問題を言うのも無理はない」「時生は父親の苦痛とよし子の涙とその身の香涼たる生活等を思った」「道行く人の中にはこの荷物を満載して父親と中年の男子に保護されていく花のごとき女学生を」 意味ああるるげに見送もものもあった。京橋の旅館について荷物をまとめ会計を済ましたこの家は3年前佳子が初めて父に連れられて出京した時泊まった旅館で時雄はここに2人を訪問したことがあった3人はその時と今と胸に比較して考えたたんであったがしかも互いに避けて表に現さなかった5時には新橋の停車場に行って 二等待合室に入った混雑また混雑群衆また群衆行く人送る人の心は皆空になって天井に響く物音がさらに旅客の胸に反響した悲しみと喜びと好奇心とが停車場の至るところに渦を巻いていた一刻ごとに集まり来る人の群れことに6時の神戸急行は乗客が多く二等室も 時のの間に国益の光景となった。雄は2階の壺屋からサンドイッチを2箱買ってよし子に渡した切符と入場切符も買った手荷物のチッキももらった今は時刻を待つばかりであるこの群衆の中にもしや田中の姿が見えはせぬかと3人皆思ったけれどその姿は見えなかったベルが鳴った群衆は ゾロゾロと改札口に集まった一刻も早く乗り込もうとする心が燃えて苛立ってその混雑は一通りでなかった3人はその間をかろうじて抜けて広いプラットホームに出たそして最も近い二等室に入った後からも続々と旅客が入ってきた長い旅を寝て行こうとする商人もあった呉辺りに帰るらしい軍人の盛んもあった 大阪言葉を露骨に、蝶々と雑話にふける女連もあった。父親は白い毛布を長く敷いて、そばに小さい鞄を置いて、よしこと相並んで腰をかけた。電気の光が車内に差し渡って、よしこの白い顔がまるで浮き彫りのように見えた。父親は窓際に来て、幾度も好意の歩道を射し、後に残ることについて万事を食した。 時雄は茶色の中折れ棒七子の三紋の羽織といういでたちで窓際に立ち尽くしていた。発車の時間は刻々に迫った。時雄は二人のこの旅を思い、よし子の将来のことを思った。その身とよし子とは月猿絵にしがあるように思われる。妻がなければ、無論自分はよし子をもらったに相違いない。よし子もまた喜んで自分の妻になったであろう。 理想の生活、文学的の生活、耐えたき創作の反問をも慰めてくれるだろう。今の高涼たる胸をも救ってくれることができるだろう。なぜもう少し早く生まれなかったでしょう。私も奥様自分に生まれていれば面白かったでしょうに。と妻に言ったよし子の言葉を思い出した。このよし子を妻にするような運命は永久その身に来ぬであろうか。この父親を 自分のシュートと呼ぶよううな時は来ぬだろうか。人生は長い運命は苦しき力を持っている少女でないということが一度節操を破ったということがかえって年を多く子供ある自分の妻たることを容易ならしむる条件となるかもしれぬ運命人生かつてよしこに教えた剣姉夫のプニンとバブリンが時代の胸に上った。 ロシアの優れた作家の描いた人生の意味が今さらのように胸を打った時男の後ろに一軍の見送り人がいたその階に柱のそばにいつ来たか一個の古い中折れ棒をかぶった男が立っていたよし子はこれを認めて胸をとどろかした父親は不快な感を抱いたけれど空想にふけって立ち尽くした時男はその後ろにその男がいるのを 夢にも知らなかった。車掌は発車の笛を吹いた。汽車は動き出した。ショー終わり。この録音はパブリックドメインです。リブリボックスドットオウのために録音されました。十一。寂しい生活、荒涼たる生活は再び時おの家に訪れた。 子供をもてやましてやかましく叱る細君の声が耳について不愉快な感を時代に与えた生活は三年前の昔のわに帰ったのである五日目に佳子から手紙が来たいつもの人懐かしい原文一致でなく礼儀正しい騒楼文で昨夜つつがなく帰宅いたし騒楼ままご安心下されたくこの度は 誠にお忙しきおりがら、しゅしゅご心配ばかり相かけそうろうて、申し訳もこれなく、幾えにもお詫び申し上げそうろう。午前にご幸運をも斜視立てまつり、お詫びもいたしたくそうろう医師が。とかくは胸迫りて、最後の会合すらみそうろう心。お察しくだされたくそうろう。新橋にての別利、ガラス戸の前に立ちそうろうごとに、 茶色の帽子移り候々用の心地いたし、今なおまざまざとお姿を見るのに候。山北辺りより雪降り騒って、たたいよりの山道十五里、悲しきことのみ思い出、かの一さが、これがまあ、ついの住みかか雪五尺、のめいく、通説に身にしみ申し候。父よりいずれお礼の踏み立て祭りたく存じおり候へども。 今日は町の一尾にて手引きがたく失礼ながら私よりよろしくお礼申し上げうろうまだまだおめえ汚したく聞くことたくさんにありし総ろうへども激しく胸騒ぎいたし総ろうまま今日はこれにて筆置き申しうろうと書いてあった時計は雪の深い十五里の山道と雪に埋もれた山中の田舎町と思いやった別れたあと そのままににしておいた2階に登った。階っ懐かしさ恋しさのあまりかすかに残ったその人の面影を忍ぼうと思ったのである武蔵野の寒い風の盛んに吹く日で裏の古樹には潮の鳴るような音がすさまじく聞こえた別れた日のように東の窓の雨戸を一枚開けると光線は流れるように差し込んだ机本箱瓶紅皿 以前として元のままで恋しい人はいつものように学校に行っているのではないかと思われる時代は机の引き出しを開けてみた古い油の染みたリボンがその中に捨ててあった時代はそれを取って匂いを嗅いだしばらくして立ち上がって襖を開けてみた大きな柳氷が三個細引きで送るばかりに絡げてあってその向こうによし子が常に用いていた布団 草の敷布団と、綿の厚く入った同じ模様のヤギとが重ねられてあった。時生はそれを引き出した。女の懐かしい油の匂いと汗の匂いとが言いも知らず時生の胸をときめかした。ヤギの襟のビロードの際立って汚れているのに顔を押し付けて、心の行くばかり懐かしい女の匂いを嗅いだ。性欲と悲哀と絶望とがたちまち時生の胸を襲った。 時京はその布団を敷きヤギをかけ冷たい汚れたビロードの襟に顔を埋めて泣いた薄暗い室戸外には風が吹き荒れていた章終わりこの録音はパブリックドメインです布団田山かい終わり